birth station. FM Kokomo. Kokomo. The music of note. Asahi Kenichi no Night Chocolate.8月25日金曜日の夜9時を回ったところです。ここからは FM 心のアーティスト DJ プログラム The Music of Note 浅井健一のナイトチョコレートの時間です。今年25周年を迎えるシャーベッツギターボーカル私浅井健一が DJ を担当します。全国の皆様お勤めご苦労様です。8月ももう終わりが近づいてきてしまいまして、いかがお過ごしでしょうか皆様は。僕は最近は曲を作ったりまたしていますね。相変わらず、あ、そうだね、絵も描いていて創作活動ですね。うん、そんな感じでやっております。金曜日の夜だから羽を伸ばして楽しんでる人もいるだろうし、仕事をまだ頑張ってる人もいるだろうし、街が賑やかな感じとってもいいですね。ということで、ということでっていうか、今日も盛り上がっていきたいと思います。メッセージを送ってください。応募は FM 心のホームページトップにあるリクエスト&プレゼントというところから、番組名の欄が The Music of Note になっているのを確認して送ってください。できたら7つあるテーマに沿ったメッセージを募集していますと突然言われても、初めての人もいると思うので、ここで7つのテーマ説明しておくと、不思議に思うこと、2、世界が平和になっていくための方法、3、クイズコーナー、4、頼りになる恋愛相談室、5、おもろい話、6、マシンガントークコーナー、7、浅井健一の楽曲解説なんかがあるので、できたら、まあ、沿って、袖の中からなんですけど、別に何でもいいです。今夜も夜10時まで、優雅に行きましょう。The Music of Note 浅井健一のナイトチョコレート。今日はこの曲からです。Mrs. Sherry Crown.それではリスナーの皆様からのメールを紹介していこうと思います。お名前千尋さんから、鹿児島県の方です。朝食は何をどのように取られていますか？ちなみに私は納豆または目玉焼き、ご飯、味噌汁、週末はパンとスープが多いです。俺はまず朝めちゃくちゃ結構早い時間に起きがちで、起きましたらまず玄関の電気を消して、外の電気を消して、そして外に行ってヤシの木があるので、それに水を豊富にあげますね。そこからスタートして、それでスコーンっていうか、なんだったっけ、ケログみたいなやつ、ケログにプロテインをかけて、それに豆乳をかけて、そしてコーヒーを入れて、それをカフェオレにしてっていうのがスタンダードで、たまに腹が減っている時は目玉焼きとベーコンとか、あとツナトーストをやったりとか、あとはトーストを焼いて、それにバターとジャムつけて食べるとか。で、月に1回ぐらい味噌汁とご飯とかご飯とちゃんじゃとか冷蔵庫にあるものを適当に出して食べておりますね。そんな感じで優雅に過ごしていることが多いです。ありがとう千尋さん。お名前とも3104、北海道札幌市。
高校生の時に初めて聞いたイカ天のブランキーの衝撃からずっと大好きです。シャーベツの11月の名古屋のライブに札幌から参戦します。うわ、めちゃくちゃ遠いのにありがとう。名古屋でこれは絶対食べた方がいいよというものを教えてください。まあ一番おすすめはやっぱひつまぶしかな。ひつまぶしは絶対いいと思って、うなぎね。うなぎはね、あの関東の方のうなぎはなんか蒸すけど、名古屋の方のうなぎは蒸さなくて焼くだけだから香ばしくてね、すごくめちゃくちゃ美味しいんだよね。あとは、まあ、手羽先とかスガキ屋とか店の台湾ラーメンとか、 あと味噌煮込みうどんも唐辛子をめちゃくちゃ入れると美味しいです。そのぐらいかな。名古屋に来てくれるんだね。あのすごい、あのウェルカム名古屋そうだから食べ物は美味しいのでたくさん食べてください。ありがとう、とも3104さん。ここで一曲聴いてみましょう。じゃあシャーベツでリディアとデイビッド、リディアとデイビッドをみんなで聴きました。さあ、ミュージックオブノート、浅井健一のナイトチョコレート。お名前ルーラさんから北海道帯広市。はじめまして、毎週金曜日浅井さんのラジオを楽しみにしています。ありがとう。一つ浅井さんの考えをお聞きしたいことがあります。動物についてです。最近道路で引かれて死んでしまったキツネやタヌキを頻繁に見かけるようになりました。それを見かけるとどうしても考えてしまうことがあります。人間が勝手に道路や車を作り、野生の動物の生きる場所が窮屈になっているのではないかと、そう考えるととても複雑な気持ちになります。浅井さんはどう思いますか？いや、本当にその通りだと思うよ。あのクマがさ、最近すごいいろんなところで出没してるのも、食べ物が山になくなって少なくなってきてるからっていうのがあると思うし、すごいかわいそうだよね。うん、そうだから、もうこれ以上山を切り開かないようにするべきだと思うし、だからなんか地方とか行くとさ、すごい山の一部分がなんかもう木がなくなってて、そこに太陽光パネルがブワーンってさ、すごいある場所とかあるじゃん。あれはめちゃくちゃダメだと思うんだけどね。それもだから動物たちが食べ物が少なくなる一つの理由だと思うし、そういうのをちゃんとしっかりさせるためにはどうしたらいいかっていうと、結局俺たちは一般の人たちは選挙しかなくて、でちゃんとそのなってほしい人がマニフェスト、政党のマニフェストをちゃんと理解して、あ、この政党はこういうふうにしてる、しようとしてるんだとか、そこら辺をちゃんと理解して投票する、それが絶対大事だと思うな。だからみんながその社会を良くしようという気持ち、そこをしっかりみんな思わないとね。地獄への道は善意という名の敷石で敷き詰められているっていう言葉がすごい自分は大事だと思っていて、その言葉はもう何百年も前からヨーロッパの誰かが言った言葉で、なんか再生可能エネルギーとかっていうと、なんかいかにもいいようなそういう雰囲気を持ってるけど、みんながすごく賢くなってちゃんとどういうものなのかっていうのを理解して、それで投票するべきだと俺は思いますね。俺たちがちゃんと見抜く力を持つべきだと、そこが一番大事だと思うので、意識して意識高めて生きていきましょう。ありがとう、ルーラさん。じゃあここで一曲聴いてみます。シャーベツでヒーピージャンキーサーファー。それでは今紹介したい本
の話をしようかな。あのね、ノーベル文学賞を取ったカズオ・イシグロさんっていう人がいるんだけど、この人はなんか日本人なんだけどイギリスに住んでいいのかな。カズオ・イシグロさんの日の名残っていう本なんだけど、これは5年ぐらい前かな、5、6年前に読んだんだけど、結構良くて、めちゃくちゃ綺麗な夕日が見える場所がイギリスにあって、それは一日のうちで一番美しい時間帯が夕暮れ時だから、人生に例えると、だからその人生の終わりがけは全然なんかつまらなそうなんだけど、実はそこに美しい何かがある、待ってるよっていう、そういう本だから、朝があって、まあ、昼があって活動的なで、夜真っ暗になっちゃう前になんかもうすごく綺麗な夕日が見える場所がにその人到達するんだけど、この本の主人公は。でその人はもう70、80歳ぐらいなのかな。なんかね、あ、なるほどねとか思って、なんかちょっとね、その、あ、そういう考え方もあるんだなっていう気持ちになれた本で、だから、まあ、わが物には全然おすすめしないんだけど、今58なんだけど、アラウンド58の人はまあ読むといいんじゃないのかなと思って、カズオ・イシグロさんの日の名残っていう本です。で、結局思うのは、人生において大事なのはやっぱり出会いだと思う。自分の場合は多分家にずっとおったら誰とも出会わないでしょう。あ、でも最近はスマートフォンで出会えるのか、出会う？なんか出会えるならやってみたいんだけど。まあ、ね、どういう風なんだろうね。俺は未知の世界だな。自分の場合はよく行くバーがあって、飲み屋さんで、そこでそのマスターがなんかまあすごい面白い人というか、まあ、亀仙人みたいな人なんですけど、そこのバーで知らない人と出会う、たくさん出会ったりとかして、それってなんかすごいいいなとか自分では思っていて、友達ができたりするんで、そうするとさ、また新しい世界がそこから始まったりしたりとかして、でこの間もその仲間とキャンプとか行って、まあまあまあ面白かったし、だから皆さん出会いを大事にしましょうというか、優雅に行きましょうということで、じゃあここでもう一曲聴こうと思います。シャーベッツで、これ以上言ってはいけない。メッセージをもう少し紹介していきましょう。ラブシャーベッツさんから、東京都江東区の方です。毎週楽しく聞いています。不思議に思うことですが、小さい頃は虫捕りとかできていたのに、大人になると虫捕りが苦手になる人が増えたり、大人になると味覚が変わる人もいたり、年齢とともに感覚が変わるのは当たり前かもしれませんが、少し不思議に思うことがあります。斉さんは子供の頃から変わったことはありますか？そうだね、虫捕りはね、家の前の電柱のたもとにでっかいドブネズミが死んでたんですよね、昔子供の時。で俺それの尻尾を持ってお母さんに店に行ったことがあるんだけど、もう今持てんわ。
あと子供の時からカマキリだけは、俺の友達はカマキリを平気で掴んでたんですけど、俺は子供の時からカマキリだけは掴むことができなかったな。子供の頃から変わったことはめちゃくちゃたくさんあると思いますよ。誰でもね。今急には思いつかないけど。ありがとう。ラーメンどんぶりさんからです。埼玉県。我が家には17歳高校生男子がおりますが、この暑い時期毎年イラッとさせられるあるある出来事が起こります。それはお家で作る麦茶を少しだけ残して冷蔵庫に戻すです。なくなったら次を作れという何回も言っても治りません。あと使い終わったトイレットペーパーの芯をトイレに置いたままにするのも、これまた母の逆鱗に触れます。息子さんと一緒に暮らすベンジーにも、こんな世間の母と同じようなしょうもないけど地味にイラッとさせられるような瞬間ってありますか？そうだね。うちの場合は2階と1階があって、1階は俺担当で、2階は子供担当で、2階には洗濯とかするとことか、お風呂とか洗面所とかあって、1階はキッチンとリビングと、まあ、自分の部屋とかあって、でそうやって完全に分けていて、もうお互いそれは絶対きっちりやろうぜって話になっておりますね。でたまにやってないと、まあやれよって、ちゃんとやれよっていう風に言ったりとかしながら進んでおります。ありがとうございます。お名前佐藤龍介くんからです。秋田県。私は浅井さんの作る楽曲を聴くと、頭の中に情景や映像が浮かんできます。スピーカーから耳で音を聞いているのに映画を見ているような不思議な感覚は、ラジオの電波でも同じように感じています。シャーベッツの曲を聴くと、私には冬の情景、氷、寂しさ、切なさ、美しさを感じて感動しています。浅井さんの書く絵も音が聞こえてきそうです。浅井さんには聞くと映画のような映像が浮かぶような、おすすめの音楽はありますか？あれば教えてください。おお、これはありますよ。じゃあ今から聞いてみようか。ジェベッタストーンの Calling You。 この曲は俺がちょうど東京に出てきた頃に、バグダッドカフェっていうすごいいい映画があるんですけど、それの主題歌にもなったりとかして、すごいやっぱりなんか世界に持っていかれるというか、これを部屋でちょっと暗くしてかけて浸る、もしくは、まあ、ゆったりと体を揺らして踊るとかね、そんなことができるといいですね。ありがとう、リュウスケさん。ジェベッタストーンのコーリングユーをみんなで聞きました。浅井健一がお送りしているザ・ミュージック・オブ・ノート。ここで再び CM です。FM コーコロ、ザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイト・チョコレート。8月25日夏の終わりの金曜日の夜、本日ドキュメンタリー映画シーン&ロケッツ、鮎川誠、ロックと家族の絆が全国で公開されました。この映画、ちょっとインタビューされて、鮎川さん、椎名さんと自分はものすごく尊敬しているし大好きで、家にもう3回ぐらい行かさせていただきまして、すごい影響を受けたし、すごい大好きなバンドです。
よかったら皆さん見に行ってください。いなくなってしまってとても悲しいです。一番初めにその高校生ぐらいの時からそのシーナンドレキすごい大好きで、昔テレビで夢ドリームっていう曲が使われていて、それがすごくかっこよくて、その時の社会で流れてる音楽、歌謡曲とかアイドルとかさ、そういうものとは全く違うなんか感触があって、やっぱりガンってそれがその CM が流れると持っていかれるんだよね、心が。でこれはシーナンドロケッツバンドなんだとか思って、で俺がデビューして26、7歳の時にたまたま知り合いから相川さんの48歳の誕生日会があるから行かないかって誘われたんだよね。で誰に誘われたのか忘れちゃったんだけど、その相川さんが48歳の時の誕生日未だに覚えとる、覚えてますね。でその時俺下北沢というところに住んでたんですけど、相川さんたちも下北沢に住んでいて、その家で相川さんの家ってすごい古い日本家屋なんですよ、平屋の。でそこに行ってさ、で初めましてとか言ってお邪魔して、ほんで家の中で、まあ、人が結構バーっていて、で和な感じで畳の部屋で縁側があってっていう感じなんだよね。ほんでそこに上がらさせてもらって、ほんで初めて挨拶したらさ、そしたらさ、俺のことをブランキー・ジェットシティのこと知ってもらっていて、ですごく褒められました。すごいイカ天を見ていてくださったみたいで、すごく褒められてすごく嬉しかったですね。でその時の写真が家のどっかにあるんだけど、まあ、今度探してみるけど、それから仲が良くなってというか、それから2回ほど呼んでいただいて、で鮎川さんお酒飲めない、あんま飲めなくて、でその時椎名さんももうみんな子供たちが娘が3人いて、そう2回目呼ばれた時にそのなんか料理を作ってくれて、でキッチンでみんなで骨付き の肉を食べたりとかしていて、それでキッチンの窓を開けるとそこに塀があって、その上を猫が歩いてるんですよね。猫が何匹も3匹も4匹も歩いていて、その猫たちに餌とかあげていて、椎名さんがなんかすごい、その記憶が未だにありますね。すごいね、いい感じの椎名さんと相川真琴さんでしたというエピソードがあります。でも悲しんでばかりもいられないので、前に進んでいきましょう。じゃあここでシナンズロケッツとは何回もブランキーの時に一緒にライブとか対バンでやったりとかして、何回も自分を歌った曲で、大好きな曲でレイジークレイジーブルースをみんなで聴いてみましょう。エンディングの時間がやってまいりました。今日はどうだったかな。まあまあ良かったと思うな。じゃあシャーベッツの今後の予定です。ずいぶん先になりますが、多分気がついたらあっという間に来ちゃうと思うので、今から紹介しておきます。11月にミッドナイトアクアラングツアーをやります。真夜中の水の中のツアーです。関西は11月9日木曜日、梅田トラッド。そして12月、ミッドナイトドライビングスクールツアー、真夜中の自動車学校ツアーです。関西は12月9日土曜日、京都ミューズでやるので、アクアラングの方は椅子席ありの静かめな感じで、ドライビングスクールは
スタンディングの激しい感じでやろうと思っております。ただいまチケットは発売中です。ぜひ皆様ルートビにやってきてください。今夜の番組はラディコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら改めて聞くことができます。スマートフォンでもパソコンでも関西エリアなら無料、それ以外のエリアからは有料サービスラディコプレミアムに加入するとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてください。 FM ココロザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイト・チョコレート。あっという間に2ヶ月が過ぎました。あと1ヶ月しかありません。来週も金曜日の夜9時に会いましょう。ということで皆様優雅に行きましょう。それではさようなら、バイバイ、おやすみ。FM ココザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一ナイト・チョコレート始めます。全世界の皆様こんばんは。令和5年9月1日金曜日、時刻は日本時間夜9時を回ったところです。皆様お勤めご苦労様です。いや、世界は一体どこへ向かっているんでしょうね。人間は一体何がしたいんでしょうね。一生懸命生きる、切磋琢磨して、この間お盆に帰省した時に自分の親はそう言っておりました。88歳、大都会のあるビルのとある小さな部屋の中で一人ヘッドホンをつけてマイクに向かっています。ヤギ座の AB 型、名古屋生まれ、多分お茶目だと思っているんですけど、天然パーマ、目の前にはコーヒーとノートパソコンがあって、ここはめっちゃんこ涼しいです。今日は思い切って短パンでやってまいりました。しかもこの短パンは海パンです。ということで、この DJ という素晴らしい機械をよりスマートに楽しくお送りするためにとうとうパソコンを使い始めました。だから前回までとは滑らかさが違ってくると思うんですけど、前の方がいいって言われるかもですね。そんなことは置いといて、今日から9月の始まりですね。まだまだ暑い日が続いてますが、子供の頃でしたら夏休みの宿題を必死になってなんとかやり遂げた頃ですね。もうかれこれ記憶からもう消えてなくなっちゃいそうなところにかすかに残っているっていう感じなんですけど、まあそういう人もたくさんいると思うんだけど、今からは寒くて綺麗な冬に向かって優雅に行きましょう。なんか福島の方とか雨が降っていないらしくて、田んぼが干上がってしまっていて稲が枯れそうになっているという情報をキャッチしました。とても心配です。実家が米屋だもんですから余計に気になります。みんな同時にこの世界を生きているわけだから、それってすごいことなのかそうでもないのか分かりませんが、一生懸命働いた後は喋ったり笑ったり和んだり何かに気がついたりしながら、もちろん仕事中の方も一緒に運転とかに気をつけながら楽しんでいただけたら感無量です。浅井健一がお送りするナイトチョコレート、食べ過ぎ注意。ぽっちゃりさ加減はその人の心の現れだよ性からやってまいりました。今夜も優雅なひとときへテイクオフ。早速一曲聴いてみましょう。
愛知県の愛さんからのリクエストです。シュアベツスムージーグライダー。レイFM 心 The Music of Note 浅井健一のナイトチョコレート。それではメールを読んでみようと思います。京都府ラリーさんからです。メッセージテーマ面白い話。浅井さんこんばんは。少し前の話ですが、小学生の息子が授業で性教育があったみたいで、今はそんなんがあるんですね。続きです。先生が君たちもだんだんと女性に興味を持ち、女の子の裸の写真が載っている雑誌とかを見たくなってくるでしょうの言葉に、うちの息子はうちのパパいつも見てると大声で反応したらしいんです。いやいや僕はそんな雑誌を家で見てないですし、家の中にもありません。おいおいなんでそんなこと言ったのと息子に聞くと、だって一緒に本屋に行った時に見てたやんとのこと。思い返してみると息子と一緒に本屋に行った時にヤンジャン、これはヤングジャンプの略ですね、ヤンジャンを立ち読みしたことがあったんです。確かに表紙もグラビアアイドルとかですし、息子にはエッチな方に見えたかもしれません。クラスにいた息子の友達が家に帰って、その親御さんたちに、なんとか君のお父さん毎日エッチな方見てるんやってと言っているのは間違いないですよねとのことです。ラリーさんからです。いやそれは絶対間違いないですね。でこの内容を知っている今のこれラジオ聞いてる方々は笑い話で終わるとは思うんですけど、めげずに頑張ってください。応援してます。まさにエロに目覚めることは人間としては大事なことだし、なかったら困ることだし、すごい基本中の基本ですよね。でもちゃんと理性でコントロールしないと当たり前にダメですから、まあそんなことみんな分かって生きてると思うんですけど、まあ、思い返せば、まあ、面白い話なんだけど、自分も早々にもちろんエロには目覚めていまして、小学校の1年ぐらいの時からテレビにミニスカートの女性が出てくるとその画面の真ん前の真下に滑り込んで寝転んで必死に覗いていた記憶があります。見えましたよ。マドネスでワンステップビヨンドをみんなで聞きました。シャムさん、東京のシャムさんからのメールです。ベンジこんばんは。ラジオを毎週楽しく聞かせてもらってます。メールテーマの不思議な話で思い出したことがあります。僕はベンジが以前出した本、宇宙の匂いという本を僕は出しておりますが、大好きで繰り返し何度も読んでいるのですが、去年の年末になんとなくテレビをつけたままぼーっとしてたら、宇宙の匂いってどんな匂いか知ってますかと聞こえてきたので、なんだろうと思いテレビを見たら、女性宇宙飛行士の方が宇宙の匂いについて語っておられました。これすごいよね。ベンジは本の中で空気がないから匂いなんて嗅げないと書いていましたね。ですが船外活動から宇宙船に戻ってくる宇宙飛行士の宇宙服からは香りが漂ってくるらしく、船長がこれが宇宙の匂いだと教えてくれたようです。そうだね、その手があったかっていうか、そういうことがそこは思いついてなかったな。俺絶対嗅げないものだと思ってたんですけど、そしてその匂いは甘酸っぱくてラズベリーを焦がしたような匂いらしいです。宇宙空間は真空で匂いなんてあるはずないとその宇宙飛行士の方は思っていたらしいのですが、実際には高度400キロぐらいだとまだ空気の粒が少しあるらしく、宇宙空間を漂っている星間物質もあるらしいです。そしてそれが宇宙服にくっついて匂いを嗅げるみたいです。なるほど、ラズベリーを焦がしたような甘酸っぱい匂いだなんてロマンティックな話だなと思いましたが、逆に宇宙ステーションの中は剣道部の物質のような匂いらしいです。これ剣道部の人に
失礼かもしれんけど大変だね宇宙船。この中でベンジは宇宙ステーションなんてあんな狭いところに何ヶ月もいるなんてゾッとすると書いていましたが、その上臭いのではベンジ絶対宇宙に行けないななんて思いました。正解です。あとちなみに宇宙ステーションはアルコール禁止らしいです。僕はベンジが書く歌詞だけでなく文章も大好きなので、また宇宙の匂い神様両方作るみたいな本を出してほしいです。ありがとう。あ、そうなんだ、ラズベリーを焦がしたような匂いなんだね。それってどんな匂いなのかさっぱりわからないんですけど、どっちみちあの宇宙空間に行くことは自分はないので、金木犀の香りのままで自分は行きたいですね。それでは聞いてみましょう。東京のシャモさんからのリクエストで、久しぶりに俺も聞くので、黒い宇宙ブランキージェットシティ1 2 3 4。
フランキー・ジェット・シティで黒い宇宙を聞きました。それではここで CM です。FM 心から浅井健一がお送りしているザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイト・チョコレート。ここでじゃあ、まあ、文句と言いますか、まあ、文句ですね文句を言います。ある日ツアー中、九州で博多でのライブが終わって、その夜にもう次の日大分でライブがあるので、みんなに車に乗り込んで夜走りで大分に向かったことがあるんですよ。で大分までは高速道路でつながっているので湯布院のあたりだったと思うんだけど、なんかすごく霧が濃くなってきて、まあ、ゆっくり走っていたんですよ。ゆっくり走って真夜中進んでいましたら、そしたらある出口で、こっから先は濃霧のため危険ですので通行禁止ですっていう風に看板に書かれていて、もうその出口で強制的にみんな降ろせされられて、それでもこっちは目的地にその夜のうちに行かないといけないので、濃霧の中、今度はその下道をその大分まで行くわけですよ。でもその下道の方がよっぽど危険で、もう曲がりくねった山道で、でとにかくあの細いし、あのすごい崖っぷちを行ったりとかもするし、とにかくそっちの方が危険じゃないですか。濃霧は同じだから、高速道路もの上もその一般道のところも濃霧は濃霧なんで、だったらあの高速道路の方が全然まだあの安全だと思うんですけど、なんで降ろすのっていうのが俺のあの文句なんですけど、なんかそこら辺ですごくなんでだろう、なんでそんなことするんだっていうのが自分の中にありました。ずっと前からね。そしてこの間まさにお盆で帰省した時、まだ東京に帰ってくる時に、その時も大雨が降って危険だから、東名も新東名も半日以上清水っていうところがあるんですけど、あたりであの通行止めになりまして、もうそこを強制的に降ろされる。でもうみんな降りて、で下道がちょうどお盆の終わりだったから、下道が歴史的なもう大渋滞になっていて、で下道も同じだけ大雨が降っているわけなんだけど、危険性はそのどっちか言ったら下道の方が高いじゃないですか、やっぱりこの場合も。だったらあの高速走らせた方がいいと思うんだけど、すごくなんかそこら辺が不思議なんで、自分としてはすぐに、高速道路通行止めするのは余計危険な目にみんながあっちゃうから、やめた方がいいんじゃないのかなって俺は思うんですけど、それにはなんか深い理由があるかもしれないので、もしもあったら知りたいし、それはあの自分は謙虚なので、ああそうなんだっていうふうに、なんか理由があるんだったらね、そういうふうになると思うしっていう感じですね、ということです。メールを言ってみたいと思います。兵庫の波乗り三姉妹さんからです。ベンジーこんばんは。毎日いろんなことが起こってるけど、こうやって毎週金曜日になるとベンジーの思いや考えが聞けて本当に嬉しく元気をもらってます。ありがとう。ベンジーに聞きたいことがあります。ユダのルルっていう曲があるんだけど、ルルの歌詞のことです。全てを忘れてさ、波のことだけ思う。水面の下から太陽を見上げるよ。ゆらゆら光、ただの光。僕はそれでにんまりする。私はこの部分が特に気に入っていて、海に行くときは必ず聴いてます。嬉しいです。自分もこの部分大好きです。自分にどんな悩み事があっても、波乗りをしていると無になります。海に入っているときは波のことしか考えなくなります。本当にそうだね。私はそれがすごく心地よくてシンプルで気に入ってます。ベンジーはどうですか？いや、全く同じ。前、それこそマーキーさん、DJ の大先輩の。マーキーさんもサーファーでしょう。で、マーキーさん
とそのサーフィンの話になって、なんかたまにその波待ちしてる時に波のことをちょっと忘れて水の上に大の字に寝転んで、で片足だけをボードに乗せる、乗せてそうやって空を見てあのプカプカ浮かぶといいよって言われて、で俺たまにそれやるんだけど、本当にそれはすごくいいですよ。ベンジは最近波乗りしてますか？たまにしてますよ。この先週も行ってきた、あんまり乗れなかったけど。9月くらいから日本海がおすすめですよ。日本海では行ったことないな。うん。ルルの歌詞についてベンジはどんなことを考えて書いたのか教えてください。まさにあなたが言っていることそのままです。1ミリも間違ってないです。同じことを感じていただいて、こちらとしてもすごい嬉しいかな。ちょっと話変わるんだけど、サーフィンに行くようになって本当に気がついたことがあって、あのね、外国って観光地、ハワイとかさ、海岸行ってもその海のすぐあの丘に上がったところっていうか砂浜のところには必ずシャワーがあるんですよ、無料の。だけど湘南ってその無料のシャワー本当になくって、みんななんか地下駐車場の脇にある有料シャワーだとか、有料のやつはあるんだけど300円で5分とかさ、お湯が出るやつ。湘南なんてさ、すごい世界中から今や観光客の人がものすごくバーって来てて、人がごった返してるんだけどシャワーが一個もなくて、で一回すごい困ってる外国人の人たちとか見かけたこともあって、その時ね、そこにシャワーがなぜか一個だけ立っていて、できたんだとか俺思ってたんだけど、でその外国人の人たちがなんかまだ真夏じゃなかった、あ真夏か、塩水にあのまみれてドロドロになって、でそのシャワーで体洗おうとしたら水が出ないんだもんね。ですごくなんだこれみたいなこと言ってたけど、あのあれはね、多分難しい問題があるかもわからないけど、その世界中の人が来るところで、で遊んで水でさ、なんかちょっと砂を落としてって絶対やりたいと思うから、神奈川県のあの知事か市長さんに届くといいですけどね。本当に水が出るとすごく助かるのでと思いました。じゃあサーファー三姉妹さんからのリクエストでユダのルルを聞いてみましょう。例えば AI って皆様は何だと捉えていますか？自分はそんなに大したことないって思っています。よく分かってないだけだってって友達に言われますけどね。3年もしたら聞かなくなるって僕は思っています。だって考えてはいないんだよね、コンピューターが。めっちゃくちゃ単純に言うと、ただ莫大な量の情報を持っていて、ある問いに対して即座に最良の組み合わせを発見するシステムを誰かが作ったって自分は理解してるんだけど、間違ってるのかな。ある電子システムが自分で考えて答えているんならすごいと思うんですけど、そうではないって勝手に解釈してるんだけど、間違ってたら誰か教えてください。謙虚に聞きたいです。メール楽しみに待っています。人工知能というわけなので、自分の意思や感情を持った何かしらを人間が作ったってことじゃないといけないんじゃないのかな。だから心と知能は別なのか。ちょっと自分でも不安になってきたので後で勉強しておきます。この世に自然に勝てるものなどないと自分は感じますね。みんなもそう感じてると思うけど、古いんですかね。そんなことないと思いますけどね。例えば車の自動運転、ほんの3年ぐらい前まではまもなく完全な自動運転の時代が来るっていろんなところが言ってたし、みんなも少し期待してたり
矢沢さんとかコマーシャルでやっちゃえ日産って言ってましたよね。でも最近は自動運転がどうのって全く聞かなくなってませんか。あれってどうなっちゃったのかな。でもちょっと考えたら当たり前だなと思うんだけど、なぜならすぐに思うのは、もしも自動運転中に死亡事故が発生した場合、誰に責任があるのかを決めることって多分永遠に不可能じゃないですか。責任の所在というところも自然現象の一つということだと思います。そうやって考えると全てが腑に落ちる。自動運転なんて究極に便利でしょうけど、多分自然の摂理には反している行動なんですよ。あるものがあるところへ移動するときには必ずある程度の危険が生じていて、常にその時の責任は全て移動しているその本人が背負わなければいけないという自然の摂理に支配されているんだと思うな。だからどれだけ文明が進んだとしても乗り越えることはできないと思います。決してね。最近でしたら空飛ぶタクシーが大阪万博ではデビューするよってどっかで読んだりしたんだけど、それも 2,3 年経ったらなくなったりしてる気がしています。その場合も死亡事故が万が一にも起きちゃったら誰の責任でしょうねっていうのがクリアできないからだと思うんですよね。メーカーなのかパイロットなのか、それとも運営会社なのか。でも空飛ぶタクシーなんてワクワクするので、応援しつつ楽しみに見守りましょう。できたらいいですね。惑わされてはダメだと思う。本当に大事なのは自分の両親と真面目さ、家族と友達、同胞、それぞれ自分が住んでいる国だと思います。世界中の人たちがみんな自分の国が大好きなように、僕もこの日本が大好きです。スマホの中には人生上の 10% ぐらいのミラクルが潜んでいるかもしれませんね。計算方法なんてないですけどね。ミシェル・ポルナレフのホリデーをめちゃくちゃ久しぶりに自分も聴きました。これ子供の時すごい姉が大好きで自分も好きになった曲ですね。懐かしいです。それではここで CM です。 FM Kokolo The Music of Note Note 浅井健一のナイトチョコレート。シャーベツで見知らぬ橋をみんなで聞きました。この曲はね、自分としても大好きな曲で、本当になんか目に浮かぶんだよね。歌っていても聴いていても、で最後のセリフ、自分のポソっていう最後がねすごくいいので、大大大好きな曲の一つです。浅井健一のミュージックオブノート。兵庫県のロッキー様からなんで様ってつけたんだろう。今年で40歳になります。15歳の時にベンジーの15歳に出会って頭を打ち抜かれました。そしてまた知らない道を聞いて脳みそが逃げたぎっています。いつまでも興奮をありがとうございます。こっちこそありがとう。15歳ね。そうなんだよね。15歳をレコーディングした時はね、まだ全然自分として今から考えると全然何も分かってないなとか思うんだよな。ベンジーこんにちは。ベンジーがラジオ DJ をするということで、どうしてもベンジーからある人にお礼を伝えてほしいことがあります。あ、そうだ、これ大事なんだよね。大阪府の
浜さんからです。読んでいただければ嬉しいです。1995年8月26日私は代々木公園野外ステージのブランキージェットシティのフリーライブに行ってました。これね、知らない人もたくさんいるかもしれないんだけど、由比公園でブランキーがそうフリーライブやったんだわ。でその時は北海道から来る友達より早く由比公園に着いたので一人で入場してライブが始まるのを待ってました。私の隣に白いタンクトップに肩にタトゥー入れていた私より少し年下と思われる男性が彼女と一緒に来ていて2人とても盛り上がってました。2人ともブランキーが大好きなんだなと思ってたんですが、そうしているうちにライブが始まってブランキーの3人が出てきた途端前の柵が倒れて前の人たちが将棋倒しになっていきました。危なかったんだよねあの時。私は将棋倒しの人たちより少し後ろにいて倒れなかったのですが後ろから押されて今にも倒れそうでした。その時隣の男性が右側の彼女と左側にいた私の肩に手をかけて2人とも倒れないように落ち着くまで支えてくれてました。とっさに知らない人の私を助けてくれて私は何度かありがとうと言うしかありませんでした。今なら SNS のアカウントを聞くなどで連絡先を交換するかと思いますが当時はそんなものもなくライブが終わるとお互い名前も伝えることなく別れ北海道から来た友達と合流できました。友達は私が倒れたのではないかとかなり心配していました。あの時彼女と一緒に見ず知らずの私も支えてくれて本当にありがとうございました。また彼女も私に笑顔で接してくれてとても嬉しかったです。あの2人は今でもジェットシティで仲良く一緒にいればいいなと思います。長文失礼しました。いやこういうことって本当に大事だしなんか嬉しいし連絡が取れたらいいなと思うから、もしもこれもう本当この人が本当にこの人が聞いていたら連絡取れるように取れたらいいけどね。ということで浜さんからのリクエストでじゃあ15歳を聞いてみようか。15歳で家出した彼女は彼に出会ったのさ。夜は綺麗な星をたくさん手に入れてる。神様は小さな鍵を探してる最中。大人たちはきっとみんな狂っているんだろう。
かがやってきて、綺麗な湖への道を尋ねられた時、という別れにタバコを勧めたのだけれど、ヤンキージェットシティで15歳をみんなで聴きました。 FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート食べ過ぎ注意、エンディングのお時間です。今日は一体どうでしたでしょうか。たくさん喋った感じが自分としてはしていますが、これがみんなの安らぎにつながっていたら感無量です。シャーベッツのツアーが決まっております。11月にミッドナイトアクアラングツアーを観光します。関西は11月9日木曜日に梅田トラッドで、これは一席ありのちょっと静かめな、ライブになりますので、どうぞ心の中で盛り上がりに来てください。そして12月、もう12月なんですけど、ミッドナイトドライビングスクールツアー、こちらは激しめのツアーです。関西では12月9日土曜日に京都ミューズでライブをやるので、ぜひぶっとけに来てください。チケットは発売中です。今夜の番組はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら改めて聞くことができます。スマートフォンでもパソコンでも関西エリアなら無料、それ以外のエリアからは有料サービス、ラジコプレミアムに加入するとお聞きいただきます。ぜひチェックしてみてください。 FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート食べ過ぎ注意、あと4回しかないので、どしどしメールを送ってください。
来週も金曜日の夜9時に会いましょう。それでは皆さん、楽しい夜をお過ごしください。浅井健一でした。それではさようなら、バイバイ。FM Kokoro The Music of Note、 浅井健一がお送りするナイトチョコレート始めます。9月9日金曜日夜9時を回りました。全世界の皆様、いかがお過ごしでしょうか。9月9日9時なんて9が3つも並んですっごいですね。珍しいことだななんて少し嬉しかったんですが、ちょっと考えたら10月10日10時っていうのもあるから、実はそんなんでもないですねと思ったところであります。何を隠そう、今日は9月8日夜9時でした。ごめんなさい、ドッキリラジオでした。Station. FM Kokoro, Kokoro, Kokoro. The music of note. 浅井健一のナイトチョコレート。全国の皆様、お勤めご苦労様です。9月8日金曜日夜9時を回りました。失礼しました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。僕は真面目に毎日を生きています。なんて言ったら少しだいぶ大げさですが、何かに向かって生きています。その何かって一体何でしょうね。そんなことは心のどっかに置いといて楽しく生きましょう。本当に思うのは、真面目に生きている方々が一生懸命働いていてくれるので、それがあるからこそ初めてこの世界が成立できているということです。全ての職業で真面目に頑張っていただいている皆様に感謝の気持ちです。しつこいかもしれませんが、本当にそう思っています。みんなかっこいい車に乗りたいのは山々で、まあ中には全然興味の車に興味のないっていう人も方もいるとは思いますが、世界が見渡している親のもとに生まれた子供はラッキーなのかアンラッキーなのか分かりませんが、将来ちゃんとした生活が送ることができるように線路のようなものが敷かれがちです。線路は行き先が確定しています。京都とか函館とか富士山とか。道路はまあまあ自由です。というかめっちゃんこ自由ですよね。そこで野原も樹海も大海原も全てありにしたらどうでしょう。最高かもしれませんね。どのような人生を送るのか、運も関係するでしょうし、思い切りも必要だろうし、失敗するかもしれませんし、そんな思いを持った生き物が60億だったっけ、60何億人も毎日世界をうごめいているっていうことですね。まあそんなことは置いといて、今日も楽しくいきます。自然な感じが大事、あんまり気にしていると変になるので、なるようになるでしょうなぐらいの気持ちでいきます。それでは始めます。浅井健一のナイトチョコレート、食べ過ぎ注意。今日の1曲目、浅井健一ソロ名義アルバムジョニーヘルからハローを聴いてみましょう。これソロ名義なんですけど、実は演奏はシャーベツです。 FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート。そうですね、今日はもう9月も少し進んでしまったということで、何を話そうかいろいろ家で考えていたんですけど、思いつきました。少し考えるとというか、想像力の高い人なら誰でも少し怖くなるというか、寂しい気持ちになる話なんですけど、でもだからこそ大事にしなくてはと少し気づくというお話です。僕が物心ついた頃、多分小学校の真ん中
よりもちょっと前、だから小学校 2、3年生かなぐらいの時に、名古屋にも、自由が丘っていうところがありました。正直言ってそこに住んでた自分にとっては、東京にも自由が丘っていう場所があるのか、真似するなよっていう気持ちでしたけど、それは置いといて、名古屋の自由が丘あたりを走っていた時、ちなみに名古屋の自由が丘は虎でっかい墓地と隣り合わせの場所で、自分はよくその墓地で遊んでたんですけど、あの虫取り、セミ取りとかして、まあ今でも通りかかるとちょっとやっぱ怖い感じなんだけど、日本のために戦った人たちが大勢眠っているところ、そういう墓地、お墓の隣でした。そんな僕はある夜、親が運転する車に揺られながら、ふと想像したことがありました。もしもこの地球が本当に終わってしまって、この宇宙から生き物が全く全て微生物でさえいなくなって、植物ももちろんいなくなって、ただ宇宙空間が存在しているだけの状態になっちゃったら、どんなに寂しいんだろうってね。その状態が永遠に続く、誰もいなくて、本当にあの地球が終わっちゃって、でただ星だけが漂っている宇宙空間があるだけの状態、それが永遠に続く、何兆年経っても何系年経っても何も起こらないっていうのを想像してしまいまして、その時ある時、想像絶する美しさの星雲が発見されても、それを感じる心がどこにも存在しない状態、何の物語も起きえない空間になっちゃったら本当のおしまいなんだなと想像しました。みんなもちゃんと想像してほしいところなんだけど、そんなことは考えてはダメだと自分に言っていました、心の中でね。自分が死んでも世界が続くのであれば、まだ少しはほっとできてる部分はあると想像しますが、本当の終わりだけは嫌だ。こんなようなことを想像したことは皆さんは終わりでしょうか。自分が言いたかったのは、そうやって考えると、なんか今のこの混乱しきった人間だらけの欲にまみれた腐敗した世界でも、とても愛おしく感じてきてしまう、大事にしなくちゃと思えてくるということです。格好つけようなんてこれっぽっちも思っていません。全体のレベルを上げる、それでしかないと思います。悪いやつは倒さないといかんと思うし、力を合わせてこの世の中を正しい方へ向かわせましょう。どうやって力を合わせるのかは分かりません。模索するしかないと思います。以前にも言いましたが、一人一人が正しい行いをしようと思うところから始める、それが全てだと思います。それともこのような超めんどくさい事柄とは全く関係のない場所で、自由奔放に毎日サーフィンして、近所のカフェまで散歩したりとかして、トイプードルなんて俺は飼いたくないけど抱っこして生きるか。ワンちゃん好きな方にはごめんなさい、そっちの生き方も俺はありえると思っているので、そんな今日この頃です。今からの季節、1年の終わりの1個前の季節、日本中の自然がより美しく変化しますよね。街中の景色もなんか綺麗になりますね。日本には四季があって本当に良かったですね。もしも宇宙の果てで、ユダで宇宙的迷子、みんなで聞きました。じゃあここでメールを紹介していきますね。東京サトシ君から。浅井さんは数多くの楽曲、いろんな曲調を演奏されて、常に唯一無二のプレイをされていますが、どんなことを考えながらギターを演奏しているのか気になります。それ一番いいのは、ギター弾いてる時にすごい気持ちよくなるんだよね。だから考えてるじゃなくて気持ちよがってる気持ちよがりながら弾いてる時が一番よくて、なんか変だなとか思いながら弾いてる時がはすごい辛いね。だからなんか変だなって思ってる時は考えてる。だから考えとったらダメってことだね。だから気持ちがいい状態でないと
何かがおかしいっていうことだから、これは本当もう頭から鱗の話なんですけど、俺もその高校生の時にさ、そのバンド始めて、まあその時まだ全然下手くそで、でもうそのコードの理論とか全く分かってなくて、いつも行く練習スタジオのお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんっていうかもう30いくつぐらいの人がいて、その人はギタリストでありバンジョーを弾いてる人で、まあ、音楽に詳しくて、ある日その人に聞いたんだよね、ソロってどうやって作るのって。その時から自分たちはオリジナルの曲を作ってたんだけど、その本当に駆け出しの時、その人にソロってどうやって作るんですかって聞いたら、そしたらその人がね言った言葉が未だに俺はそうだよなと思う、頭から鱗だったんだけど、その曲の中で自分が一番気持ちのいい音を弾けばいいっていうか、なんかだからどこの音が間違っててどこの音が正しいとか、そんな教科書的に勉強しなくても、別に自分の耳っていうか自分の耳と心が決めて勝手に作っちゃえばいいんだよっていう風に言われたんだよね。だから全ては自分のセンス、自分の耳と気持ちというか感覚でいいのかっていう、ごく当たり前のことにその時気がついて、それが始まりかな。だからなんか決まりとかは別に考えなくてよくて、自分がかっこいいなって思う音の連続を作っちゃえばいいんだわ、自由に。それが自分の中ではすごいでかいな。ありがとうさとしくん。個人的には異国情緒を感じる浅井さんの演奏が好きなので、ハノイの彫刻をリクエストしますということで、じゃあハノイの彫刻聞いてみようか。チェンジキルズでハノイの彫刻をみんなで聞きました。それではここで CM をよろしくお願いします。 FM Kokolo。 FM Kokolo から浅井健一がお送りしている The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート。東京都瀬戸内ジャクソンさんから、浅井さんが物理が得意だという話、ものすごく腑に落ちます。信じられないことに僕は物理が得意です。浅井さんが作る曲と歌詞には、物理学を直感で理解していないと作れない自然な構造があり、これだけたくさんの曲を作ってきたのに同じような曲が一つもないのは、物理学的直感で曲ごとに確固たる法則があるからだと思います。ありがとう。なんかすごい嬉しいな。これだけすごい曲を作り続けているのだから、物理学者になっていてもノーベル賞くらいなら軽く取れたと思います。それは言い過ぎじゃないでもありがとう。これからも素晴らしい曲をこの世界へ送り出してください。愛知県のピオリンさんからです。ベンジこんばんは。毎週ラジオを楽しみにしています。ところでベンジに質問です。全国にはご当地飯がありますが、ベンジーがそこに行ったら必ず食べたいというような料理があれば教えてください。いや、こういうライトな質問いいね。もちろん俺はすごいみんなと同じぐらい食べることが大好きだし、各地にいろんなうまいものがあるのももちろん知ってるんだけど、
大体ツアーでね、日本人回るときはすごい減量をしてるんですよね。そのツアーの始まる1週間ぐらい前からすごい食べ物を抑えて、ご飯の代わりに豆腐を焼いたやつを食べたりだとかして、だからツアーが始まって、例えば博多行っても、あ、でもなるべく食べないようにしてるけど結局食べちゃったりするしてるんですけど、そういう時になんかお酒を飲むとなんか食欲が紛れるもんですから、お酒の方に行っちゃったりとかもして、だからツアー中ね、あんまり食べないけど、昔福井に行った時にセイコガニっていうちっちゃいカニがあるんですけど、そのセイコガニの名店がありまして、そんなちっちゃいカニの細い足なんてどうやって食べるんだろうとか思ってたんですけど、すごい美味しかったですね。うん、だから福井のセイコガニ、今パッと思いついたのはおすすめです。さて、 FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート。10代の後半、僕は日本がそんなに好きじゃなくて、海外の方が住んでいて最高に楽しくて、日本はいまいちかっこよくないなと思っておりました。マジに聞く音楽もアメリカとかイギリスのバンドがほとんどで、たまにドイツ、オランダ、カナダのバンド、オーストラリアもあってもね、日本でも素晴らしい音楽はあったけど、学校の友達はほとんど歌謡曲とかアイドルだったからね、アイドルとかは俺は1ミリも理解できませんでしたね。可愛いのはわかるんですが、別に自分の彼女になるわけでもないのに応援して何かいいことでもあるのかなって心底不思議でしたね。暴走車のフロントフォークに聖子命なんてステッカーを貼ってる友人の先輩のセンスとか、あれはジョークのようなものだったのかな、とにかく意味が分かりませんでした。19歳ぐらいの頃かな、パリに行って画家になりたいなんて本当に思った時期もありました。トムとジェリーのライオンの巻じゃないけど、本当に外国行きの船に紛れ込んでいったのかなんて思っていましたね。バカというかなんというかだけど、まあ自分が言いたいのは、若者よ、どこでもいいから外の世界を体験するべきだよってことですね。どれだけ日本が大事に思えるのか、180度思いが変わると思います。音楽のセンスは海外の方が好きなんですが、街の良さとか、街の良さというか社会全体の住み心地とか、いろんな楽しみのようなものは日本は深みがめちゃくちゃある気がしております。盆踊りとか浴衣で金魚すくいとか、お賽銭を入れて手を叩いて願い事をするだとか、こたつとか五平餅だとかね、浅井健一ソロ、ジョニーヘルからグリーンジェリーを聴きました。これはね、ドラムが東京スカパラダイスオーケストラの名ドラマ金ちゃん、茂木欽一さんで、金ちゃん大好きなんだけど、でベースがテルちゃんだね、これブランケのテルちゃん、なんかすっごいんだよな。グリーンジェリーをみんなで聴きました。 FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート、食べ過ぎ注意。金曜日の夜、皆様は何をやって過ごしているでしょうか。楽しい時が過ごせているといいですね。ということで、メールを紹介しようかな。大分県の友達ゼロ人くんからのお便りです。こんばんは。僕は今年高校受験でいろいろ不安なことがありますが、浅井さんの曲を聴いていつも楽しく過ごしています。ですが一つ嫌なことがあります。学校の校則です。僕のことを否定している気がしてムカつきます。
そのことでよく先生と喧嘩をするのですが、今まで解決したことはありません。先生をグレッチでぶん殴りたくなった時はどうすればいいんですか？うん、自分を磨くことだと思う。何でもいいから、やりたいことを見つけて、その道の一流になることを目指すのが大事で、そこに向かって一生懸命真剣に挑んでいる姿が、この世で一番人間らしくて尊いことのような気がするんじゃなくて、尊いことだと俺は思います。学校なんてあと1年もすればいなくなるわけだし、だからそんな暴力は絶対ダメで、まあ、先生と言い合いで喧嘩するのはいいんだけど、その戦っては絶対いかんくって、それをやるよりも自分を磨いて、なんか夢に向かって突き進むという、それが一番大事だから、勘違いしないように。だから高校受験頑張ってね。じゃあ友達ゼロ人くんからのリクエスト、ユダのラブリー。懐かしいですね。ユダのラブリーをみんなで聞きました。これはルースターズの池畑さんがドラムで、ヒートウェーブのもうやっていたユダの渡辺圭一がベースです。熊本のミリンダさんから、毎週ラジオ楽しみにしています。子供たちが寝てからゆっくりした気持ちで聞かせていただいてます。ファンになって23年立ちますが、毎週ベンチのラジオが聴ける日が来るなんて思ってもいなかったので、とても嬉しいです。ありがとう。私がベンジのファンになった頃はスマートフォンなんてなかったので、情報はいつもラジオや音楽雑誌からでした。小学生の頃から高校生まではラジオを聞くのが習慣でしたが、スマホが普及してからはラジオも聞かなくなりました。なので今こんな風にまたラジオを聞くきっかけができて、ラジオってやっぱりいいなと懐かしい気持ちで聞いています。ベンジありがとう。いや、ラジオ局の本当皆様にも本当に感謝でね、DJ として呼んでいただけて、自分としてもすごい感謝だし嬉しいですね。リクエストで星空の方があったかい。おお。この曲はシャーベツなんですけど、しんみりする曲なので、みんなで聴いてみましょう。シャーベツ、星空の方があったかい。シャーベツで星空の方があったかいをみんなで聞きました。 FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート、食べ過ぎ OK。 9月8日金曜日の夜、ナイトチョコレートが終わろうとしております。ドッキリラジオから始まった今日のラジオ、いかがでしたでしょうか。まあまあ笑っていただけていたら感無量です。9月8日は休養の日、8だから8か、休養の日らしいですね。あと2時間しかないけど、優雅に行きましょう。シャーベツ11月からジャパンツアーを回るので、それのアナウンスをしますね。11月9日梅田トラッドでシャーベツミッドナイトアクアラングツアーのライブを観光します。これは椅子ありの会場でゆったりと心にしみる音楽をやろうと思っています。そして12月にミッドナイトドライビングスクールツアー、12月9日土曜日京都ミューズで、こっちはスタンディングで激しめの世界をやるので、皆さんぜひぶっ飛びに来てください。チケットは発売中です。ということで、もう今日もお別れなんですけど、あとだから 1,2,3 回しかないので、皆さんメールをどしどし送ってください。全部読んでいるので、紹介しきれないでないメールもありますが、メールはちゃんと読んでいます。
来週も金曜日夜9時にお会いしましょう。ナイトチョコレート浅井健一でした。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。バイバイ。FM コーコロ The Music of Note 浅井健一がお送りするナイトチョコレート食べ過ぎ OK 始まります。全世界の皆様お勤めご苦労様です。時刻は9月15日金曜日、日本時間夜の9時を回りました。本日もさりげなく盛り上がっていきたいと思います。ぜひ1時間チョコレートでも食べながらとか、ビールとタコスを食べながらとか、仕事中の方もたくさんいらっしゃると思うので、運転なんかにくれぐれも気をつけながらお付き合いいただけたら本当に嬉しいです。9月ももう半分過ぎてしまいましたね。時が流れるのはとっても遅いなと感じますね。こんなに遅いんだね、時間の流れってと思うようにしたらいいのではと思う今日この頃です。なぜならだいたいみんな時が流れるのは早いですねって毎回言うじゃないですか。言えば言うほど早くなってしまっている気がしたからです。なので今年もまだ3ヶ月以上もあるわ。知らない道をみんなで聞きました。シャーベッツのギターボーカルは私浅井健一がやっております。そんなシャーベッツは11月から全国ツアーをやりますので、ぜひ見に来てほしいんですけど、詳しくは番組の最後にアナウンスします。ふと思ったんですけど、人の歌を聞いて、でもう一回その人の歌を聞きたいって思うってすごいことだなと思いまして、そうだから心してその次のツアーはシャーベッツの静かな世界観を表すライブをやろうと思っているので、すごく今メンバーで演奏力を鍛えている最中ですね。突然ですけどちょっと冷蔵庫について話そうと思うんですけど、実はこの間っていうか去年の暮れか、冷蔵庫買いまして、でそれは中国製の冷蔵庫で、それすごいデザインがいいんですよね。レトロな冷蔵庫のかっこよさを再び取り入れてるメーカーが中国にあって、もちろんそれは昔のアメリカのさ冷蔵庫のデザインの真似をしてるんだけど、それはねミッドセンチュリーって言って、アメリカのだから1950年代ぐらいの主流なデザインの感じを再現してるんですけど、それねとってもデザインがいいので気に入ってるんですけど、でも欠点は中が狭いちょっと、それと冷凍室は霜が発生するので余計狭くなる。それにしても冷蔵庫たるもの、昔の丸みを帯びたデザインの方がなんかかっこいいって自分は思うし、そういうことが中国の会社は分かっているんだと思いますね。ちなみに本物のレトロの冷蔵庫が二子玉川って東京にあるんですけど、そこの蔦屋さんで売ってまして、よく見たらなぜかイタリア製でめっちゃんこかっこよくて、でいろんな柄があって、でもね値段見たらね60万ぐらいしてたんですよね。目ん玉が飛び出るじゃないですか。
だから冷蔵庫で60万は贅沢すぎると思ったのでやめました。なので中国製の6万9000円のやつを買ったんですけど、日本の冷蔵庫は霜など全くつかないし、製氷機もあるし、容量も無駄なく広くて静かな気がします。まあ静けさは今のところ自分の中国の冷蔵庫も静かなんですけどね。でもヒンジとか棚が日本製はピシッとしていて、今使われている中国のやつは冷蔵庫のドア開くとキーってなって、で閉めるとキーってなったんですよ。で、あーとか思ってたんだけど、なぜだか自然に消えましたね、ある時。だから今は鳴っていない。自然治癒能力があります。一変、誰が原因か分かんないけど、冷凍庫開けっぱなしにしてて、で中のアイスクリームとか全部溶けたっていう事件がありましたけど、その時のせいかも分かんないんだけど、冷凍庫がとにかく霜で今ものすごいことになっております。でもデザインがいいので大好きです。昔っていうか、三洋の、今うち三洋のちっちゃい冷蔵庫も持ってるんですけど、それって自分が25歳の時に買ったやつなんですけど、未だに壊れてなくて、33年もう使ってるんですけど、ものすごいよね。未だに普通に動いとって、でもデザインが普通なんですよね。面白みがないんですよね。だから思い切りステッカーとか貼ってるんですけど。以上、浅井健一冷蔵庫を語るの巻でした。面白い本当に神様いつも両方を作ってるよね。中国のいいところと日本のいいところを合わせたらすごいことになりそうだけど、いろんな分野でね。でもいろんな文献を読みますと、それは絶対にありえないなと自分は思っています。なんでなんでしょうね。そう、これが俺が言いたかったことかな。ここで宣伝です。さっきも言いましたが、神様はいつも両方を作る、これは自分が3年ぐらい前かなに出した本のタイトルです。この間久しぶりな友達に会いまして、その人がちょっと誰だったのか思い出せないんですけど、酔っ払ってたから。そしたらその時その本のことをすごく褒められまして、夢だったんかなと思うんですけど、違うと思うんですけど、自分も思わずだよねってとても嬉しかったんですね。その時自分でもその本は読んでる間は別の世界に連れてって行ってくれると思うぐらいなので、よかったら買ってください。まだ2回目に刷ったのが少し残っております。僕のレーベルセクシーストーンズ .com でホームページから購入できるので、よろしくお願い申し上げます。そう、だから神様はいつも両方を作る、右と左とか天と地とか、始まりと終わりもそうだし、早いと遅い、善と悪、北極と南極とか、塩と砂糖、うまいとまずい、苦いとアミア、快楽と苦痛。からベンジのライブをたびたび見させていただいてます。その昔ベンジが CD を買うよりライブに見に来てほしいとプロモーションで話していて、私はその言葉を真に受け、 CD を噛まずに新しい曲を全く聴かずにライブを見に行きました。良いか悪いか分かりませんが、めちゃくちゃライブが楽しかったです。もちろんその後 CD を買いました。これからもいい音楽を心待ちにしています。また来月の仙台での野外楽しみにしてます。ありがとう。3104丁目の豆腐屋さん、 その CD よりライブの見に来てほしいなんて俺言ったかな。両方大事です。富山県の女性の方、プルプルさんからです。浅井さんはじめまして。正直に申しますと、私はあんまりブランキー聞いてませんでした、直撃世代なのに。ですがこのラジオを聞き始めてから、すっかり DJ ベンジーのファンになってしまい、名古屋弁独特のイントネーション、世の中に対する思い、ファンやリスナーを大切になさる面、そういったものを全てに魅了されてしまいました。ありがとう。めちゃくちゃ嬉しいです。そして毎週流れるシャーベツやユダの楽曲もすごく好きになってます。ありがとう。
あと数回でラジオ終わっちゃうのはとても寂しい。でもこの番組に出会えてよかったと思います。サイさんどうぞこれからも体に大切にずっと続けてください。ありがとうプルプルさん。すごい嬉しさのあまりプルプル震えております。受けた。続けていきます。浅江さんこんばんは。質問が2つあります。茨城県のガソリンの混ぜ方さんからです。日頃どのようにして体力体型維持に努めておりますか。日課となるようなトレーニングがあれば教えてください。まずやっぱりねジムに行ってみんなと一緒に動くのが一番やっぱ体が締まりますね。ちょっと遠くなっちゃったから行く数が減っちゃったんですけど、だからそれを補う感じで家で自分がやってんのはバックランジっていうのをやってますね。それを60回とあと腕立て、普通だよね、腕立てとバーベルと逆立ちをやっています、家では。であとはたまにジム行くって感じかな。あまり参考にならなかったか。好きな香辛料は何ですか。それをまたそれを何にかけて食べるのが好きですか。私は京都の黒ひしめが好きでよく うどん焼きしめにかけて食べます。俺黒ひしめはちょっと苦手かも。そうですね、自分は一味だとかあとタバスコが好きですね。でそれは何にでもかけますね。でももうそろそろ胃に優しくした方がいいかなと、体に優しくした方がいいかなと思って、最近なんか自然にちょっと量が減ってるような気がしております。ありがとうございました、ガソリンの混ぜ方さん。ということでじゃあガソリンの混ぜ方さんからのリクエストでビネガーを聞いてみましょう。ザ・インターチェンジヒルズでビネガーをみんなに聞きました。ひとみちゃんマグロナに合ってるかな。最近全然合ってないんだけど、ひとみちゃんっていうのはキルズのドラマーです。ケンタロウもそうだけど、ケンタロウはなんかたまに達也と一緒にやってますよね。それではここで CM です。 FM Kokolo The Music of Note。 浅井健一のナイトチョコレート。ザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイト・チョコレート、食べ過ぎ OK。 じゃあここで突然なんですけど、またこの人何を急に言うんかなって思われるのは 100% 分かってるんですけど、雑巾を見てふと思ったことがありまして、雑巾って灰色じゃないですか。普通大体もともとは真っ白というか綺麗ですよね。去年の12月頃から自分にとっては新しい生活形態が始まりました。でその上でいろんな新しいものが必要になるじゃないですか。例えばトイレにかける鏡だとかカーテンだとかソファーとかで雑巾がいるようなってことになって、まあ、新しい真っ白なタオルを雑巾にしました。なんかもったいなかったですけどね。で初めて何かを拭いてある程度汚れたのでゆすぎました。普通に。でも汚れは取りきれない。一度汚いものを吸い取るとまっさらにはもう二度と戻れない。どれだけ洗ってもほんの少しだけ黒くなってるなってその時思ったんだよね。あ、これやって心も同じかなと思って。だから気をつけてください。汚すぎるものを見ると相当汚れるから、どんだけ頑張って洗っても真っ白にはもう戻れないんだよね。今は YouTube とかあっていろんな動画が星の数毎日アップされてるけど、たまに最悪な動画とか話が紛れ込んでいるじゃないですか。そんなのを見たりとか知ってしまうともう二度と心からは出ていってくれないんだよね。
でそれがどんどん蓄積されていくと雑巾みたいに真っ黒になっちゃうと思いまして、どん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 汚れてって黒くなってって、だから自分の子供とか友達にも変なのは見るなよって教えてあげるのがすごい大事だと思うし、雑巾は真っ黒になったら捨てれますが、心は当たり前に捨てれなくて、そのうちそういうのが溜まりすぎちゃうと壊れちゃうと思うので、手遅れになる前にその世界から逃げてください。変な映画とか動画とか物語とか集団には決して関わらないようにしないとダメだと思います。ネットは善でもあるし地獄の入り口でもあることをちゃんと理解しないとダメだと思います。子供たちにはしつこいぐらいそのことを伝えましょう。じゃないと社会がどんどん壊れていきます。逆に心をいい方に連れてって言ってくれるのが音楽とかもちろん映画とか芸術ってことでありたいですよね。もちろん YouTube も X もその他いろんな SNS もそういういい方向へのものの方が多いって信じてはいます。ということでちょっとまたなんか説教じみてるっていうか、その説教してるつもりはないんですけど、本当になんか生きててこれって大事なことだし怖いことだなって思うから、せっかくこんなねラジオの DJ なんてそんなすごいことなので言いました。じゃあここで聞いてみよう。小さな花シャーベット、シャーベットの小さな花をみんなで聞きました。FM 心 The Music of Note 浅井健一のナイトチョコレート。この番組も残すところ今日含めましてあと3回となりました。あっという間ですね。ちょっとだいぶ寂しいですね。達也が来てくれた時がすでにだいぶ前の話になってしまいまして、であっという間に夏が過ぎていろいろあって結局てるちゃんには連絡してないですね。期待していた方には申し訳ないんですが、またの機会ですね。愛知県の女性の方からです。あきむさん、ベンジーお元気様です。昨年の話になりますが、今頃はベンジーの個展に足を運んでました。そうだね、名古屋でやりましたね、個展を。トークショーとサイン会にも参加させてもらい、夢のような体験にドキドキしてました。先に東京でも個展があったので作品を見てましたが、地元名古屋でもよりたくさんの作品を再び見ることができて、心の底からじわじわと感じるものがあり、開催中は何度も見に行きました。ありがとう。まだまだ絵を描き続けているベンジの作品をまた個展として見ることはできるんでしょうか。いつまでも待ち続けますので、いつかまた個展を開催してほしいです。よろしくお願いします。ありがとう秋野さん。あれからすごい絵を描こうと思ってるんだけど、なんか全然描けてなくて、あれから山の中のカレー屋さんの絵をカレー屋さんにモーターサイクルとロールスロイス の乗ってる人たちが遊びに行って、そこで夕涼みしてるっていう絵を描いてるんですけど、去年の秋ぐらいから描き始めてまだ描き終わってないもんな。でも落ち着いて描くので待っていてください。そしていつかまた個展をやりたいと思っているので、期待して待っていてください。ありがとう秋元さん。もう一方行こうと思います。愛知県の方ですね。この方も男性の方で、ダタリーさんからです。こんばんは、ベンジーラジオ毎回楽しみに聞いています。ベンジーに聞きたいんですが、ライブの前とか緊張しませんか？僕は結構上がり症で大勢の前とかビビってしまいます。今度会社のスピーチ大会に出ることになって700人くらいの前でやるんですが、緊張しないためのコツとかおまじない的なのがあったら教えてください。おお、これに関してはね、俺ちょっといいことを言おうと思うんですけど、
緊張は絶対するから、それはもうどうしようもなくて、緊張しない方法はね、あのないんですよね。ただ結婚式があったんですよ、俺の友達で、すごい昔バンドやってて一緒にベーシストで今ちゃんって言うんだけど、でその今ちゃんはなんかね、そんな立派な社会人じゃないんだよねあの立派な社会人じゃないけど、俺は昔から友達ですごい大好きだ、好きだから、だから深い話とかもたまにしていて、でそんな今ちゃんがあの結婚することになって、それが40いくつの時に結婚して、結婚式が名古屋であって、で行ったんですよ僕は東京から。そしたらなんかまあみんな集まっていて、小さいところだったんですけど、今ちゃんの友達とかがなんかバンドマンなどが集まっていて、でその一連のその結婚式があって、 いろんな人がしゃべったりだとか、俺も喋ったし、あの弾き語ったし、で一番最後にその今ちゃんがさ、もう代表として締めくくりで喋る時があって、で今ちゃんっていう人はそんなそういう心が優しくていい人だったんだね。考え方もすごい俺は好きだったし、でその時にものすごい今ちゃん緊張してたんだわ、多分緊張していて、ですごい喋るのもものすごい下手なんですよ、すごい下手なんだけど、とにかくその今ちゃんがみんなにありがとうっていう気持ちを伝えようと思って、たどたどしながらすごくみんなに一生懸命伝えてる姿があって、で俺も酔っ払ってたんだけど、そのとにかくみんなに本当にありがとうねって今ちゃんが言ってる、その今ちゃんの姿を見て、俺はあ、なんかこういうことなんだなって思ったんだよね。だから人になんか演説する時って、すらすら滑らかに喋るとかそういうことが大事じゃなくて、その人が本気でそのみんなにそのありがとうっていう気持ちを伝えたいかどうかっていう、その格好をつけてることなんかはもうそんなことは眼中になくて、とにかく自分はその時自分が思ってる気持ちを伝えたいっていうさ、俺それがね一番大事だと思うから、だからもう緊張してても何でもいいから、その700人の前で君が一番言いたいことは何なのかっていうのをちゃんと明確にして、で下手くそでも何でもいいから、緊張して途中でトイレ行って退席したりとかしてもいいから、とにかくその自分が言いたいことをみんなに伝える、それをやるっていう、やるんだっていうさ、その意思が一番大事だと思うっていうのを、その結婚式の今ちゃんから学んだかな俺は、ということです。なのでナダリさん頑張ってください、その演説。 OK、 なんかちょっと今ちゃんね、もう死んじゃったんだわ、けどまだ生きてるというか、ここで曲いきます。シャーベツでカーボーイをみんなで聴きました。ここで CM に行きたいと思います。FM 心 The Music of Note、 浅井健一のナイトチョコレート食べ過ぎ注意。 OK、 夜もだいぶ更けてきましたね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年もまだ3ヶ月もあるからね、すごい、まだまだ全然時間って遅いね、過ぎるのが。ということで、あらかじめ今日話そうかなと思っていたことがあって、なんかただ単純に笑える話、それいきましょうか。その軽々しく捨ててはダメですよっていう教訓の話ですね。これはね、自分はファンクラブっていうか、コールドミンククラブっていうクラブを主催してまして、
そのクラブ会員の方にだけ聞けるミサキのレストランっていう、そういうラジオをやってるんですけど、それは月に1回だけなんですけど、そこでちょっと話した内容なので、あ、それ知ってるって言われるかもしれないですけど、知らない方のために話すと、回覧板ってあるじゃないですか、日本中どこでも。やってます？回覧板回覧板で、ね、とにかくうち一軒家だから回覧板があることになりまして、それで本当はうちの隣が回覧板を回すその大元の家だったんですけど、ある日町内会の方が来て、でその隣のその回覧板を回す回覧板係の方がなんかね、体調が悪くなったから、ちょっと浅井さんやってもらえませんかって言われて、で、あ、全然いいですよって、でその回覧板ってなんかバインダーみたいなさやつに、毎週か毎月に2回か分かんないけど、ポストになんか丸めた回覧板の内容の紙を入れておくので、それをそのバインダーに挟んで、で自分のとこのハンコをまず押して、で隣に回してって、で一回りして帰ってきたら、まあその中身はもう捨てちゃっていいって言われていまして、わかりましたとか言って、じゃあやりますとか言って、で、まあ、回覧板の大元的なことを生まれて初めてやってんだけどで、ある日そのポストを見たら、その回覧板の中身が入ってたから、あ、また来てると思って、ふむふむとか思うじゃん。でもいろんな他の広告とかも入ってるんで、まあへーとか思って、まあ部屋に持ち込みました。しばらくしてなんかしてる時に、あ、そういえば回覧板来とったから回さなくっちゃと思って、で回覧板をそのバインダーに挟んで出そうかなと思ったら、その中身がないんだよね。捨てちゃったんだよ俺で、あ、俺回覧板捨てたとか思って、しまったとか思ってさ、で、え、これこういうした場合ってなんかどうすればいいんだったっけと思って、どっかの誰かさんに行ってって言われたけど、その全然忘れてて、どこの誰なのかわからないから、だから回覧板を回せなかったんですよね。面白くない？ほんで、あ、しまった、どうしよう、これ大事件だとか思って一瞬焦ったんだけど、まあ、途中でまあいいか、仕方がないもんなとか思っていたんですよ、ずっと心のどっかに引っかかりながら。そうしたら昨日新しい回覧板の中身がまたやってきていまして、もうすぐにバインダーに挟んで出しました。でちょっと安心しておりますっていう話なんだけどいかがでしたでしょうか。皆様、少しでも笑っていただけたら嬉しいんですけど、まあ、そんなこんなで、ロッカーたるもの、回覧板もちゃんと回さないとね。ライセンスを習得したい。 OK、 浅井健一でパルメザンチーズをみんなで聞きました。皆さん、今日のナイトチョコレート食べ過ぎ OK はいかがでしたでしょうか。いや、冷蔵庫から回覧板からいろいろありましたね。そうだな、そうだから、今ちゃんの話した時ちょっとなんかちょっと胸に来ちゃったな俺。だから大事なことはすごい大事なことだから張り切っていきましょう。ということで、シャーベツは冬にかけてライブをやります。全員ですごいいつもとは違う世界に行きたいと思うので、皆さんぜひライブを見に来てください。そこではもちろん演奏もそうなんですけど、
メンバーが結構やっぱりギャグのセンスがありまして、なんか普通に喋るんだけど、その時その時中田先輩と俺の小競り合いとかすごい面白いので、ぜひ来てくださいね。11月ミッドナイトアクアラングツアー関西は11月9日木曜日梅田トラッドでやります。そして激しい感じのライブは12月にやります。ミッドナイトドライビングスクールツアー関西は12月9日土曜日に京都ミューズでやるので、チケットは残りわずかです。お早めに。ということで FM 心ザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイトチョコレート、食べ過ぎ OK、 あと2回ですが、皆様元気に優雅に過ごしてください。来週も金曜日の夜9時に会いましょう。それでは皆さん、さようなら。おやすみ。Station. FM Kokomo. The music of note. Asahi Kenji no Night Chocolate. FM Kokoro, Music of Note. Asahi Kenji がお送りする Night Chocolate. 食べ過ぎ注意始まります。全世界の皆様、お勤めご苦労様です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。日本はだいぶ秋めいてきていますね。自分はと言いますと、ついこの間驚愕の事実を目の当たりにしてしまい、恐れおののいてしまいました。笑い話にしたいところなんですが、ここまで言っといて言っていいのかいかんのか迷いますが、この番組が終わる頃までには答えを出しておきますね。フライデーナイト、時刻は日本時間夜9時を少し回ったところです。今夜も夜10時までの1時間、さりげなく盛り上がっていこうと思っているので、ぜひ最後まで聴いてください。それでは早速1曲聴いてみましょう。大好きな曲で、ポーチスヘッド、サワータイム。1991年ぐらいかなに流行った曲で、ポーチスヘッドっていうバンドのサワータイムを聴きました。みんなで、FM 心から浅井健一がお送りしているザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイトチョコレート。今日はライトな感じで、ポップな感じで行こうかなと思っていまして、たくさんのメールを読んでいこうと思います。大阪府のアラフォー太郎さんから、ベンジこんばんは、毎週ベンジの声が聞けて嬉しいです。ところでベンジはサウナに行ったことありますか。たまに行きますよ、行ってますよ。でもね、水風呂はね、怖くて入ったことがない。心臓止まるかなと思うから。昔から水風呂だけは全然入れなくて、でこの方は、僕は最近になってサウナ、水風呂、外気浴の良さを知りました。若い時は水風呂に入ると体がびっくりするんじゃないかと思って避けていました。全く同じだね。でも実際にサウナ後に水風呂に入ると意外にびっくりすることなく入れて、しかもその後外気浴をすると、何とも言えない今まで感じたことのない心地よさを感じることに気づきました。らしいね。なんかそう、小次郎もそうやって言ってたんで、小次郎がなんかサウナ好きで、小次郎って自分の子供なんですけど、言ってましたね、うん、で実はこの間座って言うもんだから、夏に子供とその泊まったところにあったから、サウナがそこでやったんだけど、恐る恐る水風呂に入ったんだけど、でも少しずつ入ったりとかして、なんか俺はその気持ちよさが全然わからなかったな。ベンジも知ってるかもしれませんが、世間的にはこの状態を整うというそうです。ベンジはサウナに行って整ったことありますか。行ったけど整えれなかったな。サウナじゃなくてもベンジの思う整うがあれば教えてください。
あ、俺はねやっぱりね、まあ、全然そんなあの強くないんですけど、ジムに行ってて、ジムに行った後はなんかちょっと心が気持ちいいかな。だから自分にとってはジムですね。ありがとうアラフォー太郎さん。続いて、神奈川県の女性の方、たぬき合戦ポンポコさんからです。浅井さんはじめまして、ラジオ楽しく拝聴しています。浅井さんに恋愛相談する機会はない、なかなかないので、勇気を出してメッセージを送ってみることにしました。私の恋人は音楽活動していて、浅井さんの大ファンです。私は音楽は好きですが詳しくはないので、彼の活動の邪魔をしないように気をつけようと思っています。でももしかしたら彼が嫌がることをしている時もあるかもしれないなぁと考える時があります。彼は優しい性格なので、もしそういうことがあっても我慢させてしまいそうです。そこで浅井さんに聞いてみたいのですが、音楽をする上で恋人にどんなことをされたら嬉しかったり嫌だったりしますか？もしよかったら教えてください。よろしくお願いします。それはね、その人がその音楽に向かっている時、その彼が曲を作っている時だとか作詞している時とかは絶対にね、そっとしといた方がいいと思う。そういう時は、音楽に向かっている時は絶対そっとしといた方がいいと思って、当たり前だけどね、そういう時ってやっぱりものすごい戦ってるから、そっとしてあげて、でなんかご飯とかあったかい飲み物とかそういうのをふっと飲むとか言って渡せばいいんじゃないかな。うん、そうだね。だからその彼が音楽に向かっている時はそっとしてあげて、それでまあくれぐれもそんな時になんかわがままめいたことは絶対言わん方がいいと思うよ。そしてまあとにかくなんか優しくしてあげるってことかな、音楽に向かってる時は、だと思うけどね。ということでありがとう、たぬき合戦ポンポコさん。続いて京都府の女性の方、キャンディーグリーンさんからのメールです。ベンジンはじめまして、いつもラジオを楽しく拝聴しております。ベンジンに直接お願いができるなんてめったにない機会なので、今回勇気を絞ってメッセージを送りました。ベンジンの歌はもちろんアイロン夕張メロン大好きですが、ベンジンの朗読も同じぐらい好きです。アジコショーの映像の中で、新幹線の中でベンジンが自作の詩物語を朗読されているシーンがとても好きで、いつもあの続きを聞きたいなと思いながら拝見しています。アジコショーの朗読の続きでなくても、ベンジー作の詩か物語、それかベンジーが好きな詩や物語でも良いです。せっかくのラジオなので、ベンジーの素敵な声を生かした朗読をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうキャンディグリーンさん。そうだね、詩の朗読、あ、わかった。じゃあ後で、今日はね、後でね、格言コーナーっていうのがあるので、その時に格言を朗読しますね。じゃあ次、奈良県の男性の方で、タスクさんからです。ベンジこんばんは。いつも楽しく DJ ベンジのトークを拝聴しております。歌詞に関する質問です。赤いタンバリンにオレンジジュースとミルクを混ぜながらさせたという歌詞がありますが、これは本当にオレンジジュースとミルクを混ぜてるのではなく、オレンジ色と白色をの絵の具を混ぜてることの描写と思っているのですが、どうなんでしょうか。いや、ハズレですね。本当にオレンジジュースとミルクを混ぜて飲むと美味しいですよ。うん、だからね、これはね、全然そういうね、比喩じゃなくて、本当にあのオレンジジュースと牛乳を混ぜて飲むと美味しいので、一度やってみてください。ありがとうタスクさん。 OK、 じゃあこのぐらいで1曲、ここで曲に行ってみたいと思います。それでは
チャー別でライトブルーをみんなで聞きました。それではここで CM です。 FM Kokolo The Music of Note Note 浅井健一のナイトチョコレート。The music of note. FM Kokoro から浅井健一がお送りしている The Music of Note 浅井健一のナイトチョコレート。世の中には決して分かり合えない間柄関係性の人がいるっていうことなんだなと、ジョニー・デップとアンバー・ハードの裁判を見てなんか再認識したというか、1年半ぐらい前の話なんだけど、どう考えてもあなたが嘘をついてるじゃんってなっているのにもかかわらず、その嘘を肯定し続ける人、絶対に自分は正しくて善なんだと言い張る人、自分の言っていることが 100% 正しくてそれに反対しているお前らはバカだっていう態度の人とかさ、謙虚さがない人間はダメだと思いますね。もちろんいろんな人がいるからこそこんなに世界が盛り上がっているのは間違いがないとは思うんだけど、そういう人たちが原因で戦争なんかが始まったらとてつもなく不幸ですからね。自分は謙虚にしていますよ。この間も子供にお父さん酒飲むとムカつくこと言ったりするから直さないといかんよって言われましたね。分かった、以後気をつけるって即答しました。謙虚に生きよう、方向転換しますね。それにしても少しずつやっぱり飽きめいてきておりますね。今年はあんなに暑かったのに、ここで皆さんに質問です。皆さんは季節がなぜ巡るといいますか、なぜ四季がこの地球にはあるかっていうのを、その理由をご存知でしょうか。ちゃんと説明できる人は何割ぐらいいるかな。これは確か小学生の時に理科の授業で習ったと記憶していまして、先生がクラスのみんなになぜだと思うって出題して、で自分が手を挙げて前に行って黒板で図で説明した記憶があります。思いっきり間違えていた記憶があります。先生の答えを聞いてなるほどと思いましたね。自分としましては太陽の周りを回る地球の軌道が少し偏った楕円形をしているから夏と冬があって、その両サイドは秋と春っていう考えだったんだけど、なんで四季があるかは知ってる。これをちょっと口で説明すると、まあ、簡単に言うと地球が斜めって太陽の周りをまん丸く円形に回ってるからなんですけど、詳しいことはネットで調べた方がいいかもですね。よかったら後で調べてみてください。秋の夜長、満天の星空を見ながら、そのようなことを想像しながら、デッキチェアなんかに寝転びながら、優雅に熱燗でも飲みながら過ごすのはいかがでしょうか。ドミノピザのスパイシーか、ピザーラのスパイシーソーセージなんかをつまみながら優雅なひとときになるかもしれませんね。皆さんぜひやってみてはいかがでしょうか。明日とか、俺の言っていることなんか変ですかね。どっかおかしい。シャーベツでワンフィーをみんなで聞きました。じゃあここでもう一回、メールをたくさん読んでいこうと思います。東京都の女性の方、カーリーキッチンプラネットさんからです。おしゃれな名前ですね。こんにちは。番組でベンジンにしてほしいこと
にリクエストメッセージさせていただきます。ベンジが好きな曲を書きながら、ベンジはギターを自由に弾いて後ろから聞こえるみたいに時々一緒に歌ったりって、選曲がラジオチューニングベンジスペシャルで聴けたらって思いつきました。ナイトチョコレートだけの特別バージョンを一緒に歌ったり踊ったりできたら私は最高に楽しいなってなりそうです。うん、でもこれちょっと難しいかな。うん、でもあのアイディアありがとうね。続いていこうと思います。と、大阪府女性の方、シェリルさんからです。浅井さんのラジオを聞いてるとハッピーな週末を過ごせます。恋愛相談に乗ってください。私は普段クールなんですが、お酒が大好きで飲むとハメを外しすぎて振られる原因になることが多いです。俺も全く同じです。いや、俺はね、酔っ払ってダメなことが本当にありまして、思い出すと暗くなるんだけどそう、だからお酒はね、あのほどほどにしないともったいない、人生が。だから本当にね、あのシェリルさんと同じ思いだね。普段は別にクールじゃないんだけど、ちゃんと してるんですけど、お酒飲むとね、なんか楽しくなりすぎちゃってどうにかなることが多いので、皆さん気をつけましょう。明るくいきましょう。ありがとうシェリルさん。続いていきます。神奈川県の牛乳さんからです。男性の方です。ベンジはじめまして。ベンジのラジオは私の今の一番の癒しになっています。以前から大ファンでしたが、先日ラジオでヤギ座の AB とおっしゃっていて、私と同じだと盛り上がり、その勢いで生まれて初めてラジオにお便りしています。おお、自分もそうだね、ラジオにね、メールとか手紙出したこと一回もないな、生まれて。二十数年前、美大浪人生だった私はデッサンの練習をサボっては友達と釣りに行ったりバイクで出かけたりしていました。どこからかくる将来の不安や希望に何とか付き合って自分の夢を叶えようとしていました。そんな私の心にブランキーの世界がドハマりし、友達とガードレールに座りながらサンドイッチを食べたり、クリスマスの数日前に公園でワインを飲んだり、酒の公園でコカ・コーラを飲み干したりしてブランキーごっこをしていたことを懐かしく思います。美しい思い出をありがとうございました。そんな私も今は夢を叶えて芸術の道を歩んでいます。いつも胸にブランキーの曲を抱きながら生きていますが、このラジオを聴いてシャーベツもいいなと思い聞くようになりました。おお、これからも変わらずファンでいたいと思います。ありがとうございました。ありがとう牛乳さん。うん、嬉しいですね。もう一方読もうと思います。東京都の男性の方で、ラブシャーベツさんからです。毎週番組を楽しく聞いています。浅井さんに質問ですが、初めてシャーベツでスタジオに入った時の記憶や思い出などありますか？よかったら教えてください。いや、たくさんあるんですけど、ちょっとね、面白すぎてこれはちょっと言えないですね。申し訳ないけど。毎週楽しく聞いています。番組でやってほしいこと、メッセージです。中田さんに番組中急に電話するなど、中田さんが喜ぶような優しいドッキリを仕掛けてみるのはいかがでしょうか。もしくはドッキリではなく、中田さんに許可を取って普通に電話していつものように面白いやり取りをするのはどうでしょうか。ご検討のほどよろしくお願いします。これやってみようか。 OK、 やってみようか。いいこと言うね。まあ、出なかったらもう仕方がないよ。もしもし。あ、先輩。はい。何やってんの？いや、もうぼちぼち。今日ね、福さんが迎えに来てくれるから。うん。迎えに来たことにしたから、うん、ぼちぼちスタンバってこうかなっていう感じ。あ、ほんと。うん、どうしたの？
今ねこれラジオ。でメールで中田さんにあの電話してみてくださいっていうのがあったから、そしたらあのドッキリ電話。皆さん中田健一大先輩です。先輩ちょっとあの全国の皆さんに挨拶をお願いします。はじめまして、シャーベッツのベースの中田ですよ。騙されました、すっかりはめられました。あの別にはめてないんだけど、先輩酔っ払ってない？酔っ払ってないよ、ベランダでタバコ吸ってる。あ、ほんと。じゃあ今日リハーサルなんで後でよろしく頼むね。はい、後ほどです。はい、張り切ってね、気をつけてね。皆さん、あ、はい、また、ね、あ、皆さんに、あの皆様に、はい、皆さんまた各地でお会いしましょう。ではね、はい、バイバイ、ありがとうね、じゃあね、はい、はい、ということでした。皆さんいかがでしたでしょうか。あ、これはあのいいアイデアでしたね。ありがとう、ラブシャーベツさん。それではここで曲聴いてみましょう。シャーベツでプロモーションビデオで中田先輩が楽しげなダンスを踊っていることでも有名な曲です。クラッシュドセダンドライブ。ついつい FM 心ザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイトチョコレート食べ過ぎ注意。 OK、 じゃあここでまた文句とは自分は思ってないんですけど、なんかそれっぽい感じのことを世界に言ってみますね。でも大事なことだと思うんだよね。いきます。交通に関わる全ての皆さんへの手紙。お伝えしたいことがあります。毎日お勤めご苦労様です。難しい問題めちゃくちゃたくさんあるのは分かっております。その隙間でいいのでぜひやってほしいことがあります。大阪もその周りの全ての町や村も全く同じだと思うので言いますね。特に幹線道路などについてなんですが、信号のタイミングをなるべく無駄のないように、かつ安全も確保できる範囲でいいので、最高にすんなり止まらんでいい状態でピューッと通り抜けれるように、信号のタイミングとインターバルの時間を調整してほしいです。CO2 がどうのこうのって言っていますよね、今日この頃。それも大事だと思うんですけど、そのために中国からソーラーパネルを買って山を削ってまで設置するのはバカすぎると僕は思っているんですが、 CO2 問題で言うなら、2信号歩道でトラでっかいトラックが毎回止まって再び発進するのと、つるっと通り過ぎ去るのと、どれだけの排気ガス CO2 の量の違いがあるのか想像してみてください。どれだけ無駄な燃料が使われて、おまけに運転手さんにもストレスが蓄積していくし、想像していただけると分かると思います。お願いします、せめて真夜中ぐらい、誰も渡っていない横断歩道ぐらいは押しボタン式にするべきだと僕は思っています。誰も渡っていない横断歩道の赤のせいでどれだけの渋滞が発生しているのか、自分は何度も目撃していますが、これ実際あった話で、レコーディングからの帰り道、東京の方にさ、新潟から東京に向かう関越道という高速があるんだけど、関越道を東京に来て、そこから東京に着いたら環状8号線というところに入って世田谷方面に走っていましたら、反対車線は大渋滞だったんですよね。で、今も多分そうだと思うんだけど、すぐに解消してほしいです。信号のタイミングと長さを程よい感じに変えればいいのです。お金もそれほどかからない事案だと思うので、センスのあるスペシャルチームを編成してぜひ早急に対応してほしいです。世の中が明るくなれる今すぐにでもできる一つの眠っているやらなければめちゃくちゃもったいない方法だと思います。だからぜひ
本当に改革してほしいなと自分は思いますね。メッセージ。OK、 じゃあ気分を変えて、ナイトチョコレート食べ過ぎ注意も、あと今日あと少しと次回最終回になってしまいましたが、あっという間ですね。じゃあさっきも言ったけど、格言コーナーというか、とか思った、最近思った言葉があって、それをこの言葉好きだなコーナーをやりますね。今日紹介したい言葉はこれです。すごいことを言う人よりも素朴なことを言う人の方が好かれる。これって傾向と言いますか、深いなと思います。皆さんも少し思い浮かべると、なるへそって思うと思うんですけど、すごいことを言う人を目の前にすると、そうなんだ、すごいねって思うじゃないですか。でもそれだけなんですよね。っていうか、この人すごい人かもって思われるとは思いますが、中にははいはいそうですかとか、それはさぞかしすんごいことでございましたねとか、 おめでとうとか思われてる部分もあると思っていて、でそれよりも、でも素朴なことを言う人はこっちまで安心というか、ああなるほどこの人そういう感じなんだって相手から好かれることになる場合が実は多いのかもってことで、で好かれるっていうことはそこから無限のいろんな方向の可能性が生まれることのように感じる力を秘めているんですよね。伝わってるかな。それに素朴なことを言って実は一番簡単なことじゃないですか、人間にとって。だってそのまま自分の持ってることを言えばいいだけだから。まあでも素朴にとんでもないことを考えてる人は決して口にできませんけどね。でもほとんどの人はそんなことないと思うから。以上、素朴のすすめでした。で、あと自分が作った言葉なんですけど、言いますね。これはいつ作ったかわからないんだけど、この間ちょっと自分のノートを読み返していて、へえと思ったのがあるので、じゃあ朗読します。年を取るのはみんな嫌がるが、その逆を考えるとそれも嫌だ。結局全部嫌なんだな。というのが僕の作った言葉で、説明すると人は年を取るのを嫌がりますよね。じゃあ反対に老人で生まれてどんどん若くなっていって最後は赤ちゃんになるっていうのはどうだろうって考えた時に、絶対それも俺は嫌だなと思って、年取るのも嫌だし若返っていくのも嫌だ。でずっとその年にのまんまでずっと居続けるのもそんなん嫌じゃん。 毎年同じことやってんだよ。で結局人間は全部嫌なんだなって思ったんですよね。だったら堂々と優雅に年を取ろうじゃないかということです。以上、浅井健一の格言コーナーでした。シャーベツでストレスをみんなで聞きました。今日も1時間聞いてくれて本当にありがとうございます。いよいよ来週で最終回になってしまいました。今日は皆さん楽しめたかな。あ、そうだ、俺の自分のその事実に驚愕したって話あったですよね。それね、ちょっとここまで言っとって言わんのかって 100% 思われると思うんですけど、ちょっと来週まで待っとってください。別にそんなかわいそうな話じゃないので大丈夫です。どっちか言ったら笑える話なので。ということで
今日も1時間ありがとうございました。本当に来週最終回になりますが、皆さんメール 100% 全部読んでるので、紹介しきれなかった方には本当にごめんねなんですけど、よかったらメッセージ送ってくださいね。でシャーベッツ毎週宣伝してるんですけど、ツアーがあって11月9日木曜日梅田トラッドでミッドナイトアクアラングツアーのミッドナイトアクアラングライブをやるので、その時は一席があって結構静かな心に響く感じの世界をやります。そして12月9日は京都ミューズで、この時はハードな激しい感じのライブをやるので、12月9日ね、ぜひ来てくださいね。あとセクシーストーンズ .com で、僕のやっているセクシーストーンズレコードのホームページが見れるので、ぜひ時間がある人はセクシーストーンズ .com 見てください。ということで心惜しいですが、 FM 心を FM 心ザ・ミュージック・オブ・ノート、浅井健一のナイトチョコレート食べ過ぎ注意、終わります。それではまた来週お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。Station. FM Kokomo. 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 The music of note. Asahi Kenichi no Night Chocolate. FM Kokomo. The music of note. Asahi Kenichi がお送りする Night Chocolate. 最終回だから飲んじゃうか編始まります。全世界の皆様、お勤めご苦労様です。金曜日の夜、時刻は日本時間で夜の9時を回ったところであります。本当にあっという間と言いたいところですが、でもそうでもない感じですね。なんか7、8、9って結構長かったなという感じが自分ではしますね。3ヶ月本当に一生懸命やってきたなと思っていてます。まだ仕事をしておられる方もたくさんいると思いますが、金曜の夜だし、明日は休みな人はブランデーでも飲みながらとか、たこ焼きとビールとか飲みながら優雅に聞いてみるのもいいのではないでしょうか。僕は飲むと最後の砦が崩壊するので、簡単にやめときます。車だし。皆さん、めちゃくちゃたくさん飲んでください。それにしてもかなり涼しくなりましたですね。風がサラサラしていて気持ちもサラサラに近づきますね。お聞きのように喉がちょっとやばいです。そう、ちょうどこのナイトチョコレートが始まった一番初めの初回の日も水がたくさん出てすごい喉の調子が悪かった日に始まったんだけど、最後も悪いという、なんかなんだろうね。まあでもそんなことは気にせず行こうと思います。先週群馬県の山人音楽祭っていうフェスティバルに呼んでいただいて、それのリハーサル中になんかすごいリハーサルルームでドライをかけ取って、そのドライが直撃してるって寒いとか思いながら練習していたのがいかんかったと思うんですよね。その時に演奏の途中でもやめてスイッチ切っときゃよかったんだけど、なんかそれがきっかけで結構おとついぐらいまで体が良くない状態で、これでもだいぶ復活してきました。で明日仙台の猪苗代湖のお原ブレイクっていうアコースティックイベントに出るんですけど、頑張ります。心を込めてやってこようと思っております。そんなこんなでいろいろ毎日ありますけど、金木犀も間近に迫ってきていると思います。今日も夜10時までさりげなく盛り上がっていきましょう。それでは一曲聴きましょう。シャーベツでレインボーサーファー。
シャーベッツでレインボーサーファーをみんなで聴きました。最終回なので何か特別な回にしたいですね。あとでちょっと一発歌ってみようと思います。じゃあここでメールが本当にすごいたくさん来ていて全部読みました。ですごい嬉しいですね。やっぱりこんなたくさんみんなの応援してくれてる声を聞くとなるべくたくさん紹介していこうと思います。じゃあ片っ端から読んでいこう。東京都の男性の方、役所広司パウエルさんから。自分はブランキーの最初から浅井さんの曲を聴いていましたが、結婚5ヶ月目となる妻はミアからファンになりました。おわ、結婚おめでとう。5ヶ月目で、それで奥さんはミアっていう去年シャーベツが出したセームというアルバムの1曲目ですね。その妻とシャーベツの新作を聴きながらドライブしていた時のことです。妻がなんでベンチは送金するのと聞いてきました。妻は自分より15歳年下で、いわゆる天然なところがあるので、浅井さんの曲に関して何か聞かれたら子供に説明するみたいになるべく丁寧に教えてあげていたのですが、だって俺も天然って言われるんだけど決まって天然って言われるんだけど、どう当たり前だがやって言ってんですけどね、いつも。そうなんだって、人工じゃないからねとか言っていつも反論してたら、あれそういう意味じゃないんだよね、天然ボケっていう意味なんだよねまあいいや、それは置いといて、そう丁寧に教えていたんですけど、今回ばかりは何を聞かれているのか全く見当がつきませんでした。あまりにも疑問符ばかりが浮かぶ質問だったので、とりあえず車を止め、わざわざ安全を確保し、僕はできるだけ落ち着いて、ベンジーは送金してないはずだよって、送金していないではなくいないはずだと断定を避けるたのは、もしかしたら僕が全く知らない事実があって、それについて妻が聞いているのかもしれない、妻の方が正しいかとかもしれないと思ったからでした。しかし妻はいや送金していると歌っていると主張を曲げません。困ったことになったと感じましたが、次に何を聞けばいいのか分かりません。すると妻はさっき言ったと言います。だから聞きながら喋ってたのかな。でさっきっていつと聞くと、さっきの曲と言います。前にかかっていたのは知らない道でした。うん。で妻によると、その曲の最後の方で送金すると言ってるというのです。そんなわけでもう一回知らない道を聞くことになりました。妻がここと言った部分は OK 送金するわという部分でした。OK 送金するわ、妻はそこが OK 送金するわに聞こえたらしく、なぜ送金しなければならないのかずっと分からなかったということでした。送金を信じるわ、面白いね。天然というか、妻は浅井さんだから、もしかしたらオレオレ詐欺について歌っているのかもしれないと考えるそうですが、どうしても辻褄が合わないので聞いてみたということでした。僕は浅井さんのことだから、いつかオレオレ詐欺についてもかっこよく歌う日が来ると思うよと言って車を発進させました。ああ面白いね、ありがとう役所広司パウエルさん、なかなかの面白センスがこちらに伝わってまいりました。ベルさん、女性の方です。ベンジこんばんは。ここ何回かタイトルコールの後、食べ過ぎ注意の不意の一言、まさに最近食べ過ぎだと自分自身に対して思っていたので見透かされてると思い、ドキッとしつつ笑っちゃいました。そしたらおしまいに食べ過ぎ OK と来たもんだから、またまた笑っちゃいました。ありがとう、笑ってくれて。最終回を迎えたら今年も残り3ヶ月という衝撃、ラジオも1年もあっという間です。悩みやしんどいことや心配事が多いけど、時々面白いことや楽しいこと、ささやかな喜びなんかもあって、それを大事にして真面目に一生懸命コツコツいけたらなと思います。
そうだね。なかなかそんな風にはいかないけど、でもベンジーがよく言う真面目にというのは本当にその通りだなと私も感じています。うん、大人。ラジオはあと少しだけど、ライブの日を楽しみにしています。食べ過ぎ注意。あ、ありがとうベルさん、爽やかなお言葉ありがとうございます。そうね、食べ過ぎも、まあ、今日は食べていいかみたいなさ、明日からやめようとか、そういう風にしてたらダメなんだって自分もですね、あのもう来週からツアーが始まるだとか、今度の木曜日に撮影、大事な撮影があるだとか、そういうことがあるので、きついジムに行ったりだとか、あの絶食したりだとか、そういう過酷なことをやるんですけど、もしもそれがなかったら多分ね、あのまん丸だと思う俺の同級生とかみんなまん丸だもんな。 OK、 じゃあもう一つ言ってみます。兵庫県のネクラレコーズさんからです。はじめまして。15歳でギターを始めた35歳です。当然ベンジーの影響です。今までかなりの曲数100曲以上は練習してきました。そしてあることに気づきました。ベンジーの弾くアルペジオが難しすぎるということです。そうなのかな。音は取れるのに全然弾けません。俺、音が取れることの方がすごいと思う。弾けたとしても繰り返しの時に違う弦を触ったり味気ない感じになったりして、まるでダメです。これを何事もなかったかのようにかっこよく弾いてしまうベンジーはすごすぎます。アルペジオの名曲が多すぎてリクエストはとても迷いましたが、シャーベッツの魔王をぶっ飛ばせ、これはねシベリアギグって言って、シャーベッツで初めてのツアーじゃないかな。で、あの日本中回った時のライブバージョンの CD があるんですけど、それに収録されている、魔王をぶっ飛ばせを世界中のみんなと聞きたいです。緊張感あるイントロ、そこから盛り上がり、ほぼ全編にわたって繰り出されるアルペジオがたまりません。このドキドキを多くの人と共有したいです。追伸冬のツアーも参戦予定です。楽しみにしております。ありがとうネクラレコーズくん。 OK、 じゃあシャーベッツのシベリアギグから魔王をぶっ飛ばせを聞きましょう。シャーベッツの大昔のライブアルバムシベリアギグから魔王ぶっ飛ばせをみんなで聞きました。いかがでしたでしょうか。この魔王ぶっ飛ばせって、この魔王ってさ、あのこの曲の解説なんですけど、みんな何を想像していたのかわからないですけど、自分としてはなんかさ、何だったっけ、あの小中学校の時に音楽の授業で誰か の、 あのクラシック音楽で魔王っていう曲があって、
それってなんか馬車であの病気の子供を医者まで連れてく時のその話なんていうのを覚えていて、その状況を表したんだけどね。あの多分誰も知らないと思うので今この場を借りて説明しておきました。ということでナイトチョコレート最終回、まだまだ続きます。ここで CM です。 FM Kokolo The Music of Note Note 浅井健一のナイトチョコレート。The music of note. 最近一番ナイトチョコレート。FM 心から浅井健一がお送りしている The Music of Note 浅井健一のナイトチョコレート。じゃあ今日は最終回だし、できるだけ皆さんにたくさん笑ってもらうことを目標としてやっていこうと思っております。なのでまあ、自分が持っている面白い話のその中でも常に上位にいるというかその花咲くじじいっていう話をしようと思うんだけど、この話はもう知ってる人はめちゃくちゃたくさんいる、結構いる、知ってる、知らないよね。花咲くじいさんの話はみんな知ってると思うんだけど、面白いバージョンは前にも一回聞いたっていう人はまあちょっとバタだと思って聞いといてもらって、知らない人に向かって話しますね。この話はそうだね、もう俺25年ぐらいずっとたまに話してるかな、人に。その中で一人今は亡き川村香織ちゃんっていう人がいて、なんか香織ちゃんとなんか対バンかなんかの時に楽屋がどっかで暇だったから、その時全然初対面ぐらいだったんだけど、俺が急にその話をしたら香織ちゃんがそんな話していいのとか言われて、なんかすごい怖いイメージなんだったらしくて、俺はだからそんな怖いイメージの人がそんな面白い話していいのかとか言って文句言われたぐらいの面白い話です。すごい気さくで優しいんですけど、なんか結構すごい怖い人だって勘違いされてる方もたくさんいらっしゃるようなので、今回のラジオそういう点でもなんか誤解が解けてよかったと思う。じゃあ行きますね。昔々あるところに花坂じいさんが住んでいまして、でその話の最後急に最後に行くんですけど、その花坂じいさんが縁側かどうかで昼寝しとったら犬のポチがやってきて、でおじいさんに合図して、でポチが庭のどっかのところまで走ってて、ここ掘れワンワンって言うんですよ。でうんとか思っておじいさんがそこ掘ったんですよ。そしたら本当の話はそこから宝が出てくるでしょ。でもその花咲じじいの話はそこを掘ったらなんかゴミしか出てこなかったんですよ。なんだゴミじゃんとか思って、またおじいさんは縁側に戻りました。そしてしばらくしたらまたポチがやってきて、また違う場所を示してそこを掘れというので、おじいさんがそこに行ってひょっとしてとか思ったかわからないですけど、そこを掘りました。そうしたらまたゴミしか出てこなかったんですよ。おじいさんちょっと頭きてポチの尻尾をバーンって掴んで、お前いい加減しとけよとか言ってバーンって振り回したんだわ。そうしたらポチがおじいさんの方を振り向いて、花さんがジジイって言ったの。面白い。コントロールルームの中の方たちには受けてるみたいです。忖度かな。皆さんはいかがでしたでしょうか。そういう感じで今までやってきております。こういうさ、なんかまさかと思うようなことを展開に持っていくのが自分は好きなんですね。
まあ、ちょっとあの自分が考えてきた台本でこのまま深入りしていくんですけど、皆さんついてきてもらえるかどうか分かりませんが、それでは浅井健一のデート中に話が尽きた時に使える即効性のあるダジャレ3点セットというのを発表したいと思います。大丈夫かな。やめといた方がいいかな。まあいや、行ってみるわ。まあデート中じゃなくても、なんか相手がすごい緊張しちゃって、なんかその場が空気が張り詰めちゃって、なんか困ったな、この感情をなんとかあのぶっ壊したいななんて思った時に使える、まず1個目、バインダーのダジャレです。俺の大事なバインダーがどっか行っちゃった、どうすればいいんだ。あのこれ言うと笑ってくれる人と、めっちゃくちゃあの冷たい目で 見る人とね、二通りに分かれるけど、俺は好きで使ってますね。あ、もう最近全然言ってないか、久しぶりだなこれ。でもこれあんまり使いすぎると本当に自分がどうすればいいんだっていう状況に陥ったりするので、マジ俺本当にそういうことあったんで、あの使いすぎはにはご注意ください。あとこれはなんかさらっとしてていいんだけど、ソビエトには山がそびえとる。これも言うとたまにこの人大丈夫かななんて惹かれる可能性もありますが、この程度で引くようなら早々に別れた方がいいと思うので、あのぜひ使ってみてください。あと最後、ダジャレ3点セットの最後のやつ、宴会ばかやっとって宴会。あ、これいまいち。これはなんか結構気に入っていて、子供が小学生の時かな、その時になんか宿題でダジャレかなんかをあの一つ聞いてこいみたいな宿題があったんで、子供にそれを授けてあのクラスで行ったんだって。そうしたら先生にだけ受けてたんだって。うん、以上がまあちょっとその場がほぐれるやつなので、よかったら使ってね。これを使ったことによってその愛が終わってしまっても俺の責任ではないからね。愛が終わる時、涙がこぼれたら、思うことは一つ、みんな空が好きさ、まるで僕たちはキチェットシティでダウンデラインをみんなで聞きました。ここで CM です。FM Kokomo
The music of note. The music of note. No. No. 安田健一のナイトチョコレート。ナイトチョコレート。The music of note. 安田健一のナイトチョコレート。FM ココロミュージックオブノート、安田健一がお送りするナイトチョコレート最終回です。なので今日はギターを持ってきておりまして、ちょっと一遍歌ってみるね。ちょっとショートバージョンで。Cheers.
15歳でした。ブランキーノ。ちょっと途中で間違えたけど、それも記念で。ということで、なんか気持ちよかった。ということで本題に戻ります。 OK、 じゃあメールをさ、本当にたくさん来てめちゃくちゃ嬉しくて、あとね、でもね、痛いとこついてきた人がおりまして、ラーメンどんぶりさんで、驚愕の新事実が発覚って、先週僕は言いましたよね、自分で恐れおののいてるって。で、それが一体何なのか、一体何かベンジの身に起こったんでしょうか。今更削り方が違ったことが発覚したとか、25周年のシャーベツなのにずっと勘違いしてたことがあったとか、もう気になって眠れませんっていう人が方がいて、最終回に持ち越されたこの大問題、嬉しいやら悲しいやらざわざわしながら1週間待ってます。なんかすごい気になっている方が、やはり申し訳ないなと思って、じゃあ言いますね、正直に。そのマイナンバーっていうのを自分は取ったんですよ、この間区役所に行きました。でそこでもらえると思ったらまだもらえなくて、最終的に郵便で送られるので、その時になんか絶対言ってくださいねみたいな。でそのマイナンバーってさ、あれ自分のさ写真が載ってるじゃないですか。その写真を見て、あの自分のおでこの広さに恐れをののいたというか、その写真にこれ誰が撮ったんだとか思ったんですけど、それ自分が撮ったんだよね。まあ、おでこを丸出しにしてる写真を送ったんですけど、それがそのまま使われてて、これで何年使わないかんのかなっていう、その自分の看護写真に、あの驚愕の事実が発覚したっていう、こんな風に見えてるのかなとか思ってさ、そんだけのことなので、そんなに気にしないでください。よろしくお願いします。ということで、じゃあちょっとメールを読んでみよう。ベンジはじめまして、ラジオ毎週楽しく聞いています。あ、石川県のわびすけさんからです。これものすごい偶然なんですけど、中畑先輩が最近北鎌倉の方に出没しておりまして、まあちょっとなんで北鎌倉なのかっていうのは理由は言えないんですけど、じゃあ先輩、その北鎌倉の辺でいいバーとか見つけたとか聞いたら、いやバーは全くないんだよねとか言って、一軒だけものすごい古い居酒屋があって、わびすけって言うんだよねとか言っていたので、すごい偶然だなと思って。ベンジはじめまして、ラジオ毎週楽しく聞いています。先日妻と家の中を掃除しました。思い切って断捨離しようとしていたのですが、ふとシャーベツのファンタスティックの歌詞が思い浮かんできました。特にはまらないデニムではありませんが、私は25年間ずっと履いているジーパンがあります。お尻の左のポケットは完全に貫通していますが、なんとなくそのまま履いています。ベンジーは断捨離しようとしても結局捨てられないものはありますか。うん、俺はね、人形系が捨てられないかな。ぬいぐるみ系別に俺自分のが大事にしてるぬいぐるみとかないんですけど、子供が生まれて、でその子供がもうほんと赤ちゃんの時にもらい物だとか、自分が買ったかちょっと忘れたけど、その時に存在していたちっちゃい人形とか、なんかキャラクターのやつだとか、それはね捨てられなくてですね、だからそれはなんかガラスの戸棚の中にずっと置いてあるけど、あとは写真類は捨てないかな。うちの親が捨てすぎなぐらい捨てる人で、実家に帰ると本当にすっきりしてて何もない、何もないはオーバースキルけど、で俺の友達がそのうちのお父さんに、どうやったらこんなにすっきりするんですかって質問してて、その時の自分の親さんの答えが、1日1個物を捨てようって言ってた。1日1つだから、ゴミはもちろん捨てるんですけど、
その持っているもので1日1つものを捨てる。そうするとなんかもう悩まなくていいんだってって言ってましたけどね。でも何が正解かわからないですよ。ワビスケさんからでした。ありがとう。じゃあワビスケさんのリクエストでシャーベツでファンタシック聞いてみようか。シャーベツのファンタスティックを全世界のみんなで一緒に聞きました。最終回もだんだん終わりが近づいてきております。じゃあここで真面目にと言いますか、一言あります。この度はこんなに一生懸命になれる世界をくださった感謝の気持ちでいっぱいです。思い起こせば今回のナイトチョコレートの話をくださった超大元になったパーソナリティの池田奈美子さんがきっかけだったんですよね。奈美子さんがシャーベツの音楽を本当に好きになっていただいて、ですごいラジオやりなよっていうかやれみたいな、やれじゃないの、すごいきっかけになっていただいた方で、そしてスタッフの皆様、いつも会うスタッフの方々はもちろんのこと、それ以外にもたくさんいると思うし、そしてこの番組を聞いてくださったリスナーの皆様すべての方に心からありがとうございましたと言います。ありがとうございました。世の中にはいろんな人がいて、自分とは全く好きなことが違う人も結構たくさんいます。結構ではないですね、ほとんどがそうかもしれません。で、同じ人は本当に少なくて、全く同じ人はね、当たり前だけど少なくて、でも少しだけ同じ人はすごくたくさんいると思います。そんないろんな方がいる世界の中で、もうこれだけは一緒でいないといかんよねということがあると思っていて、もちろん一人一人が正しく生きるなのは間違いないんですが、もっと強く心に入ってくる例えがあると思っていて、なんとなくは思い浮かんでいるんですが、今日のところはちゃんとした言葉にできなさそうだし、まだしなくてもいいかもと思うので、またいつの日かその答えをみんなで見つけに行くようなラジオ番組でお会いできる日が来ることを願っています。そういえば最初の頃に言っていたこのナイトチョコレートのモットーって何だったっけ。深くて心が温まるラジオにしようって言ってたんだけど、すっかり忘れてました。でも自然にそうなっていたと思うので OK ですね。じゃあここでもう一曲、今回3ヶ月間やったナイトチョコレートの一番最後を飾る曲をみんなで聴いてエンディングになると思うんですけど、何聴こうかな。じゃあ綺麗な地にしよっか。それではナイトチョコレートの最後を飾る曲を聴きましょう。綺麗な地。
シャーベツで綺麗な血をみんなで聞きました。FM コークロザ・ミュージック・オブ・ノート浅井健一のナイト・チョコレート最終回だから飲んじゃおっか編エンディングです。いやー終わりが来てしまいました。なんかね寂しいからみんなで今からどっか宴会でもやるって言いたいんですけど、いや本当に全世界の皆様お勤めご苦労様です。本当に聞いてくれてありがとうございました。自分としてもすごい楽しかったし、シャーベツとか自分がやってきた音楽が少しでも世の中に広まったと思うし、とにかくすごく嬉しい気持ちです。でシャーベツはツアーをやります。関西の方はミッドナイトアクアラングツアーというので、11月9日に梅田トラッド木曜日にやるので、それは静かな感じで一席がある場所でやるので、ぜひ皆さんよかったら来てください。それと激しい感じのライブが12月9日土曜日に京都ミューズで、ミッドナイトドライビングスクールツアーの一環で関西をはそこでやるので、それもよかったらぜひぶとびに来てください。ということで、世界はいよいよすごいことになってるけど、でも昔からずっとすごいことになってることの繰り返しだからね。でもその中でも自分たちがやっぱり頑張って生きていくしかないから、強い心でお互い同じ時を生きてるので、今はネットがあるので、わああいつも今こんだけ頑張ってんだとか、まあ、そういうのってすごい励みになると思うし、自分もたまにインスタとか上げてるし、そういうのでつながって楽しく思いやりを持っていきましょう。本当にありがとうございました。 FM コークロザ・ミュージック・オブ・ノート浅井健一のナイト・チョコレート、2023年9月29日浅井健一でした。また会う日まで。さようなら。みんな元気で絶対に。